鈴村監督のグラサンライト。はい、皆さんこんばんは、監督の鈴村でございます。まあ初めましての方もいると思いますので簡単に自己紹介をさせていただきますけれども、私普段映像の監督をやっておりまして、まあ仮面ライダーとか、スーパー戦隊シリーズとか、あとドラマとかですね、あとそうですね、いろいろ舞台の方の演出なんかもやったりもいたしますけども、そういった演出の方をですね、やっております、監督の鈴村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんばんは、アシスタントの小山美恵です。普段は、舞台や映像など女優として活動しております。この番組ではアシスタントとして盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、はい、みゆちゃん、あれですよ、今日からグラサンナイトですね、はい、なんと YouTube、 イエーイ、 YouTube ということで皆さん無料でですね、我々見ることができるということになっております。そうですね、本当にね、なんかだからいつもよりも大勢の方にね、これからさらにたくさんの人に見ていただきたいということでですね、はい、もう初めましての人もいっぱいいると思うんで、じゃあみゆちゃん、この番組がどんな番組かまずご説明いただけますでしょうか。はい、この番組はワルキューレ様のスタジオより生配信でお届けしております。映像監督鈴村信弘さんをホストに、特撮アニメ、映像作品などさまざまなジャンルの方をお招きして楽しいトークで盛り上がろうっていう番組になっております。放送中のコメントなど質問もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。はい、はい、ということでね、そうチャンネル登録ですね、ワルキューレさんのねチャンネル登録していただけると、はい、ありがたいなということです。まあ、YouTube ということなんでね、今までのニコ生とは違った感じになってきますけども、でもさらにね楽しく盛り上がっていければいいかなと思っております。というわけでですね、まあもう早速ですから、もうね、本日のゲストをお呼びしたいと思うんですけれども、もう最近は本当に八面六臂の活躍で、ね、そうですね、もうもちろん、声優さんとしてはもうものすごく売れっ子ですけども、それだけではなくてもうバラエティに出たり、さっきそのドラマにも出られてですね、はい、もう本当によくぞ空いてたなと、いや、よく来てくれたら、もうドタキャンされるんじゃないかなと思ってましたけど、本当に僕のもう30年近く前からの、ね、名優でございますけども、もう声優とお呼びしていいのか分かりませんけど、声優であり俳優の関智一さんです。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。今日からそうなんです、 YouTube、 はい、 YouTuber ですね。 YouTuber ではないです関さんは YouTuber デビュー しましたけど ね、そうですよね。なのででも YouTuber でしょ、 YouTube で流れてるわけだから、まあそうなるんですか ね、 YouTuber ということになるんですかね、なんか、はい、なんですけど、そう、まあ、関さんは忘れられてると困るんであれなんですけど、はい、まあ、初めての人もいるからね、説明しておきますけども、はい、グラサンナイトのセミレギュラーなんです。そうなんですよ、そう、ね、セミレギュラーなので口約束でね、ちょっとそうそう、前回口約束しましたけども、そうそう、前回だってこれ回ってる時に言われたらさ、ちょっと嫌ですよって言えないじゃないですかそうですねって言っちゃったから、まあまあ、そうですね。なので節目節目、だから去年の最後のグラサンナイトの回も出ていただきましたし、はい、今年初のグラサンナイトの回も出ていただきましたし、今回 YouTube に、はい、ニコ生から YouTube に変わった時もやっぱり関さんに出ていただくということね、やっぱ節目節目、いつも出ます、いつも出ます、ありがとうございます。夜だったら大体空いてますから。いや、そんなことはないです、空いてますよ金曜今日はね、奇跡で本当は裏で生やってたんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ、でも今日たまたまそっちがなくて。本当ですか、それ休んじゃったとかじゃないですね。休んでない、大丈夫ですね、そうなんです。これもじゃあとりあえず一旦乾杯をしようかなと思います。はい、すいません、日本酒ですいません。いや、いいです、いいです。まあ YouTube ということで初 YouTube、はい、よろしくお願いします。お願いします。乾杯。乾杯。ででん。気をつけてますかね。マスクですけどね。そうですね。うん。ああ、うまい。いや、おめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。本当にね。いや、でもやりやすくなりましたよね。そうですか、うん、前回もまあでも良かったんですけど、うん、ほらすごい立派なビルの中にスタジオがあって、たどり着くのに結構苦労したんですよ。そうですね、時間がね、ついてんのにね、行くまで、スタジオに来るまでがね、はい、高層階だったでしょ、今回は3階になったから、3階ですからね、もうふーっと入ってきたらすぐただ入り口が怖かったってね、怖いです、なんかもう、なんていうんですか、なんか絶対人死んでるようなところっていう、夜だからそう見えない、昼間だとそんなこと大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫です、こんなところにスタジオあるのかなと思って
やありますありますあったじゃないありましたありましたけど、ありましたけど、ね、すごいゆっくり来ましたもんだって。いやそうそうなんですよ。でも今回そうでも本当にいろいろとシステムもパワーアップしててどんどんですね。あ、そうなんです、ね、そうなんです。だからもうカメラも4台ですからね。本当だ。そうなんです。4台でスイッチングでだから関さんの寄りになったり、はい、私の寄りになったり、みゆちゃんの寄りになったり、引きになったりも大変ですよ。はい、あ、いいですね。そうなんです。そうなんです。見たいところじゃ見ていただけると。そうですね。はい、はい、そうなんです。そうなんです。あ、でお二方はありがとうございました。サングラス外していただいて結構。あ、そうです。そうです。全然してても。そうですか。でもいいで、みんな見たいんじゃないですか、顔、関さんの顔。僕は別にそんなに。いや、そんなことはないんですよ。いや、見せてください。眩しい。いやいや、眩しくはないです。めっちゃ眩しい。眩しくはないですけど。いやいや、ちょっと、はい、まあ、最近の話をしていきたいんですけど。髪の毛切りましたね。誰ですか。私の話はいいんですよ。ねえ。いや、そうなんですよ。私も今日会った時言いましたもん。切りましたね。この長さ久々に見ました。あ、そうですか。ちょっと熱くなってきたんで気短い。そうですね。そうですね。それいいんです、僕の話は。いやいやいや、もう本当に最近関さんを、はい、テレビで見ない日がないというぐらい見てるんですけども。いやいや、ありがとうございます。いやいや、一番びっくりしたのはですね、はい、やっぱりその桜の塔、あ、はいはい、というあのドラマで、はい、まさかの、はい、もう捜査一課長役をやられて、一課長役、今出世しまして警視庁3時間になりました。3時間になってるんですね。3時間になりました。この短い間にどんどん。そうなんです、そうなんです。ちょっと出番のない間、3、4、5話がちょっとお休みだったんで、はいはいはい、6話から復活して3時間、3時間になってるんですか。そうなんです。そんなにすぐ偉くなれるもん。5年経ってんです、その間に。ああ、5年経ってんですね。そう、時間経過が。なるほど、あ、そういうことなんですね。こっからはもうずっと最終話まで3時間で、はい、ずっと出ますんで、はい、出ますんでね、皆さんぜひ最終回まで関さん活躍とのことですか、見てください、はい、本当になんか不思議でした。やっぱり関さん昔から知ってるから、はい、なんですか、捜査会議みたいなとこで、はいはいはい、玉木宏さんの横で、はい、こういて、そうそうたるメンバーがいるのを見て、はい、で関さんがいつものように普通に芝居してるじゃないですか、はいはい、ヘロ Q とかと変わらない感じでやってるじゃないですか。なんかね、見ててなんか不思議な、すごいとこに知り合いがボンと出てるみたいな。確かに絵面がね。なんか玉木さんが劇団に客演に来てるみたいなね。そう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 。逆に言うと。そう、逆に言うと、そうそう。こっち側の視点からするとね。そうそうなんですよ。だからヘロキューには来ちゃ、今回すごい。俺広瀬涼子さんも客演かみたいな。客演ですごいの、今回客演呼んでるなみたいなね。いやいやいや、もう感じの、ね、全く逆ですけど、でも僕もでもやっぱり気持ち悪いって言ったらあれですけど、不思議な気持ちですよ、やっぱなんか、ね、ちょっと。だってこうやって横見ると玉木宏がですよ、ね、まあ、こうあえて呼び捨てされてもらいますけど、あの素人感覚でね、はいはいはい、玉木宏と広末涼子が、ね、はいはい、あえての呼び捨てですよ、はい、いると、はい、いるんですよ、普通にこう言ったら、はいはい、そうですよね。そうですよ。で、僕とかに厳しい視線を向けてきたりとか、まあ芝居でね、はい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 、そう、要はなんかセリフ言ったらはーとか言われるわけじゃないですか、はい、わあすごい、なんか俺にあんな有名人が俺と芝居してる。いやいや、いや関さんも有名人ですから。いやいやいや、でも感覚はほらだってし、ね、裏方だから声優って。いやいやいや、でも確かにちょっとあの絵面の中面白いですよね、映画。面白いですよ、関さんがいるってことがね。そうで、しかも一番偉い、そう、一番偉い会議、あの会議の中では捜査一課長で出てたじゃないですか、一人はね、うん、だから、うん、そうそう、それを見て始まる前もだから監督もずっとあのみんなエキストラの皆さんとかに、うん、あのこれはこの前の時間帯にやってる捜査一課長の内藤さんと同じですから、うん、そう、そうですよね、あの立場が一緒ですからね、立場がね。また内藤さんちょっと出ちゃってるんじゃないですか。だって内藤さん内藤さん出てませんでしたっけ、桜の塔に、うん、桜の塔に内藤さん出てないんでしたっけ。そう、前の時間で連続してるんですよ。そうか、前の時間が捜査一課長だからってことですね。そうなんです。で、煽られて、うん、でまあ僕をねこう持ち上げてやってくれてんですけど、うん、そのエキストラの人たちも結構年季の入ったエキストラの方たちだから、うん、はい、顔とか怖いんですよみんな。あ、じゃあなんかベテランっぽいエキストラいますもんね。そうなんですよ、ね、もうすごいですよ。で、意外と結構イケメンとかもいて、いっぱい、そうで、もう完全になんかこう小僧じゃないですか。いや、小僧ではない。そう、でもほら自分の感覚としては、だってこんな格好して仮面ライダーとか超いいよねって言って、いやいやいや、自分がいるから、はいはいはい、なんかじゃあ捜査一課長役関さんお願いしますって言って入ってきた時になんかおはようございますってみんないると怖いと思って、エキストラぐらいでも怖いみたいなことですよ ね、うん、なんかね、怖いと思って、うん、俺こんなやって人たちのボス役やれないみたいなそう、しばらくなんか目見れませんでしたもん、捜査員たちの。あ、怖くて、そう、ようやく慣れてきました。ああ、よかった。でも、はい、確かにあの物々しい雰囲気しますもんね。そう、撮り方もちょっと色もいじってて余計に物々しいじゃないですか。そうなんです、そうなんですよ。そう、あれ見ててびっくりした。それでですね、だから関さん、はいはい、なんとほら、うん、そういう意味でドラマでレギュラーとレギュラー役を、はいはい、
ということでは、はい、ドラマでレギュラー初めてなんじゃないですか。レギュラーああいう刑事ものとかっていう、はい、あのいい時間でね、いい時間でって、はい、でなんと番組の方からですね、はい、関さんへと、すいません、そんないいんですか。そうなんです、いや嬉しい、うちのお母さん以来ですよ、こんな褒めてくれたら。ありがとうございます。年度ラー出演ということでですね、テレビ朝日様様でございます。いや本当にでもありがとうございます。そう、それがまたあれ東映じゃないですもんね、テレ朝ですけど東映じゃなくて、はい、そうそうそう、オフィスクレッシェンドかなんかですね。そうですそうですよね、だから、はい、そうそう、だからそういう意味ではあ東映ならなんとなくつながりがね、つながりがないわけじゃないじゃないですけど、はいはい、あそうなんだ、オフィスクレッシェンドなんだと思って。そうなんですよ、いや、あんなあのまあちゃんとして役いただけると思ってなかったので、そうびっくりしました。何役かとかこれ言われる前、そうそれオファーいただいてってことですね。何役まだ分からずで、そうなんですよ、そうええー、と思って、すごいですよね。ビビりましたもん、やっぱ断ろうかと思いました最初だからそのドラマ決まりましたよって言われて、では嬉しいからやったーって言ってね、お役なんですけどって言って、その玉木宏さんと広末涼子さんの上司で創生一課長の役ですって言われた時、いや無理だなと思っていやそうじゃちょっと考えましたもん、やっぱ大丈夫かなと思って。でも僕見てて、何でしたっけ、取り調べの時に外から見てるじゃないですか。はいはいはい、あっでも様になってましたやっぱね。本当ですか、様になってるのでそうかみたいなこと言って、ね、あそう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 、そうなんですよ、ここからまた結構ね会議の場面とか出てくるんで、そうなんです、楽しみですね。6話からもうあともずっと出ずっぱりですもんね、6話の最初からね。はい、素晴らしいな。ぜひぜひ。いやだからなんか普段の知って、例えば僕もいろいろ関さん顔出しっていうか変な話、はい、ドライブの時とかね、秋葉レンジャーの時とか怪人の変身前とか、ね、東映の警備員とか、はいはい、秋葉レンジャーとかで、はい、全然違うじゃないですか、芝居のテイストがね。だからそうですね、あれちょっとまあふざけてはいないけど、はい、なんかまあ言ったら関さんの範疇の芝居というか、うん、なんつうか、要するにまあ仕事柄こう、そうですね、ライダー戦隊、うん、アフレコでは散々行ったりもしますからね、はいはい、全く違うなんかね土俵というか、確かにって感じがしてて、でもすごいなと思って、金かかってるし、エキストラの数もね、そうですよ ねあれすごいですね。まあ多分鈴村監督もほらそういう時代、助監の時代とかあったからあれだと思いますけど、はい、やっぱ一番びっくりしたのはその助監督の人たちがエキストラ何十人もいるのに全員名前覚えてるんですよ、はい、あでもそうですね、エキストラさん、ね、でも特殊かもしれないです、すごいベテランのいつもながらの人が、はいはい、エキストラなのにエキストラ見えない人っていうじゃないですか、ちょっとワンランク上ってたら失礼ですけど、はいはいはい、みたいな人で有名なエキストラとやっぱ覚えたりします。あそうなんですね、はい、全員指示する時も、皆さんの名前呼んで、なんとかさんはこっちでああでこうでって言って、そうそう、いやすごいなと思って、僕でも今そう考えると呼び方ひどかったな、大魔神とかそうサザエさん、サザエさんもうちょいこっちだとって言ったりしてて、なんかやばい、それ今だったらパワハラになっちゃう。サザエさんは見た目の話してる、そうサザエさんみたいな髪型してて、性格じゃないですか、おちょこちょいおちょこちょいとかね、そうおちょこちょいとかね、財布忘れちゃったとかじゃなくて、本当に見た目がサザエさん。あそうで、大魔神も見た目が大魔神なの。どっちの大魔神ですか、本物のこっちの、こっちの大魔神の、ね、あの埴輪からこうなるじゃないですか、はいはいはい、なった後のあの顔の埴輪じゃなくて、ね、埴輪じゃなくて、はいはい、あの大魔神というか大魔神みたいな呼んでましたけど、すごいベテラン感ありますね。でもあの大魔神の顔の人だったね、ベテランがでも芝居は上手くないんですよ。あそうなんだ、大魔神、その大魔神はそうだったんですよ。でも本当になんかいい経験させていただいております。いやー、はい、だからもういよいよ関さんといえば、うん、まあご自身も特撮ヒーローもの好きですけども、はい、もうウルトラライダー戦隊の現場を経験されてるじゃないですか、はいはい、そしてメタルヒーローの現場もねもちろん経験されてるし、はい、そうですね、それでいよいよ次どこ行くかってまさか、はい、ねえあのサフラントーン出るとは思ってませんから、いや、ね、僕も思ってませんでしたよ、ねね、どんどん新しい、ね、開拓地を開拓していくから、まあ、もともと、まあ、目標にはしてたんですよ。なんかその、うん、まあ、あのお芝居が好きだから、うん、ドラマとかもやれるようになりたいなと思って、まあ、バランスよくね声優と一緒に、はいはいはい、そういう方もいるんでね、声優さん、そうですよね、いますよね、はい、だからそういうのやりたいなと思うんですけど、まあさすがにもうこの年から、うん、もうそんななんか夢がどうのこうのみたいな無理かなと思って、意外となんかいやまだまだ頑張れば夢が叶うんだと思って、すごいですよね。だから、ね、本当になんかそう思わず僕も関さんがニュースになったじゃないですか、はいはい、関さんがスネ夫が総裁一課長になって、思わず LINE 送ったもんね、来ました、速攻で関さん、はい、すごいじゃんみたいなこと言って、はいはい、すごい金でね、金でスネ夫が総裁一課長の権利を買ったっていういやいやいやそうそう未来のスネ夫がね、いやいやいやそうなんですよ、いやいやいや金でそう恐ろしい、いやまだねちょっと言えないんですけど、はい、もう
これね、さらにね、またね、出るんですかドラマ一個、ちょっとまあドラマとも言えないんですけど、一個ね、またね、ちょっと夢が叶うことが来るんですよ、もうちょっとしたら。いいじゃないですか。またその時にはまた、ちょっとここで来てください、来てぜひ発表をここでやってください。いやいや、ここで発表はちょっとあるんですけど。違う、あの発表はじゃあ、発表は、あの多分向こうが勝手にしちゃうから。向こうがやった時にそれを受けて出てくださいね。あ、そう、します。受けてね、はいはい、そこでいろいろ細かい話聞かせていただけるといいなと思いますけど。はいはいはい、いやすごいっすね。でもね、もう監督もなんかほら今日昨日だかもなんかあれやってましたよね、記者会見みたいな。あれはあのやるぞみたいな、やるぞ的なのはやりましたけど、僕のはもう半分冗談みたいな。いやクラウドファンディングで、クラウドファンディング、そうなんです。あの後でちょっと宣伝させていただきますけど、クラウドがね一応、はい、あの明日からファンディングしてじゃないクラウドがファンディングしててバカな日本人みたいになってるじゃないですか。もうじゃなくて、そうなんです、あのちょっと明日から始まる、後ほどゆっくりその辺の宣伝させていただこうと思うんですけど。ああ、ぜひ。はい、そうなんですよね、はい、いやでも本当にどうですか、でも、うん、ウルトラとかライダーと戦隊とか、はい、とだから、うん、例えば関さん何でしたっけ、ウルトラも出てるじゃないですか、顔出しとか宇宙人のやつとか、はい、あ、やりましたね、ウルトラセブンで、ですよね、はい、であとあのあれとかもやったじゃないですか、ウルトラゾーンの中のミニドラマとかの中だったりとか、ネオウルトラQもやられました、ね、やりましたね。だああいうその現場の中、その、まあ、特撮系のドラマの現場と、はい、やっぱりその桜の塔みたいな刑事物の現場ってやっぱり違いますか、はい、やって自分が演じたりする。ああ、確かになんか、ええ、まあ他もまあそうなのかもしれないんですけど、ええ、やっぱテイクをすごい重ねるじゃないですか。はいはいはい、はい、なんか同じ場面をだからアングル変えてね、アングル変えてなんか 5,6 回とかやるから、はいはい、意外となんていうんですか、舞台のお芝居のノリで、うん、はい、まあ、舞台でもちゃんと一言一句間違えないでセリフ言うものもあるんですけど、うん、うちみたいな小劇場はまあなんとなくニュアンス合ってればいいやみたいなとことかもあるから、うん、あの意味で覚えて、はいはいはい、なんか止まら、まあ、ちゃんとできるんだけど毎回同じこと言ってるかっていうと微妙に違ってたりとかする。だってほら、はい、全通する人とかいるじゃないですか、はいはいはい、そうやっぱ全く同じよりは、はい、今回ちょっとアドリブで違うとかの方がファンは嬉しいですね、舞台の良さっていうか。そうだからなんかふわっと覚えといて、うん、セッション的にこうやるみたいなのが、はい、まあ、身に染みてるとこもあって、硬いセリフを一言一句間違えず、はい、7回連続で成功させるっていうのが意外とシビアだなと思って。なるほどなるほど、そうなんですよ。だから微妙にあのスクリプターの人がいて、はい、関さんここはガを持って言っちゃってたから、前のテイクはガだったからガでもう一回行きましょうとか言って、結構細かいですね。そうなんです。それでなんか、まあ、繋がらないからだと思うんですけど、何回か、やったりとか。でもどっちも使えないですからね、どっちかしか使わないから、まあ、どっちかしか使わないけど、ガもでもどっちでもいいですけど、まあまあね、まあ、本当はね、まあ、内心はね、ない、まあまあね、あんま、そうでもまあ僕はもうそこにではもう新参者ですから、とりあえずもう申し訳ないですって言って、まあ、やり直すんですけど、意外とまあそういうのはもう結構シビアだなと思って。だってみんな間違えないんですもん、誰も。それまた緊張しますね、みんな間違えないで。だってね、 NG なんかほぼ結構ずっと何日も言ってますけど、はい、NG 出してる人を1回ぐらいしか見たことないです、うん、なんか余計怖いですね。もうちょっと出してくれると気が楽になるじゃないですか。そうなんですよ、ね、なんかね、そう、まあ、だからもう頑張って NG 出さないようにと思って、そうそう、毎回頑張ってやってますけど。どうですかみゆちゃん、その自分も役者だからこそ今の話聞くと怖くないですか。なんか怖いですよ、NG手におはが違うだけでちょっと言われちゃうわけ、ね、いや私多分 2,3、うん、回出しちゃうと思いますもん。本当ですか。だけど絶対同じのやれって言われたら、うんうん、3回が限界かもしれない。そうですよね。大体なんか笑いだってね、3回重ねたらもうお腹いっぱいっていう感じですよね。いやいや、笑いはね、まあ笑いはそうですね、4回はちょっと多いんだけどね。確かに確かにね。ああそっかね、だましてそのそうそうたるメンツが、ね、玉木さんだったり、ね、広末涼子さんだったりとかっていう中でみんな間違えないってものすごいプレッシャーだよね。そうだってベテランの関さんですよ、やっぱそれを緊張するっていうんだから大変じゃない。もしそんな仕事が来たらあのやる、もしオファーが来たらやりますよ。やるやりますよ。あの関さんみたいに一瞬断ろうかなって思ったら何だ。やりますよ。やるのやるのね。やりますよね。やりますよ。でも聞いててちょっとやっぱ怖いですね、そのね。怖いですよ。僕が逆に同じじゃないですか、監督頼まれて、はい、玉木さんだ、広瀬さんだって、うん、みんな怖い顔して言われたら、ねえ、演出するのも、うん、でも監督それどういう意味的にどうかななんて言われちゃうとね、はいはいはい、じゃあそっちで行きましょうかみたいなならないとは思いますけど。めちゃめちゃ弱いじゃないですか。いやいや、ならないと思いますけど、やっぱちょっと
怖いなって空気感が違うとね。なんかその時はほら濃いめのサングラスで、そうですね、だから今日ちょっと薄めですけど、その時はもう真っ黒ので、ね、もう目を見せない見せないやつでいきますね。でマスクしてもう不審者でね、そうそう、もうだもうサングラスの中で目つぶってますから玉木さんすいませんって言って、そうですね、いや本当にでも、いやすごいです ね、いやでも本当にでもなんていうんですか、今関さんが言ってたそのまだ言えないやつもすごい楽しみです、はいはい、そうなんですよ、僕だから子供の頃に、あのその役者を目指す時に、ちょっとやっぱ夢に見てたものがあるんですよ、やっぱ刑事ドラマとかで刑事さんの役やりたいとかはやっぱ思ってて、でまあある種まあその現場で鉄砲撃ったりとかないけど、一応おまわりさんとか警察官ですね、やらせていただいて夢かなって、であとこれ何かって言ったらまあ分かっちゃうから言えないけど、まあ他にも似たようなのがあるんですよ、憧れてたものが、憧れてたその職業がね、職業が、でそれにもうまさしくぴったんこのものが、来ましたか、そうなんですよ、でやったと思って、これはもう俺のための俺の役じゃないかみたいな、そうなんですよ、じゃあそれはもうオファー来た時にはもう嬉しかった的なやっぱりあれですかね、そう、あの最初は意味が分かんない、その聞いた内容が、でお家であの台本読んだら、あのいろいろ腑に落ちて、そう、それでなんかそこからですね、なんかわー、なんかこういうことかじゃないけど、こういうことか、これはもうぴったりの役だと思って自分で、なんか手前味噌ですけど、そうなんですよ、でもそのやりたい役をやれるっていいですよね、ほらこればっかりってな、まあ、関さんがご自身で舞台とかやった時に自分の役は当て書きとかできますけど、こう、まあ、全然違うそのドラマとか映画の世界の中でオファーが来るっていうのこれ選べないじゃないですか、そうですね、だからそういう意味でオファー来て、やっぱまさにその関さんが言ってたように、俺のための役じゃないけどって思える役と出会えるってなかなかないですよね、でもいやもうだから死ぬんじゃないかと思って、いや早い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  こんなになんか夢がいっぱい叶っちゃって、最近もうあのいっぱい人死んじゃうから、まあ最近とかずっと死んでますよね、死んでますけどね人類の歴史の中で、そう歴史はねずっとそれは死にますけど、なんかほらちょっと近い人が死んだりすると寂しいですからね、なんかもうそうそう、だからその時はこの番組でもね追悼特集やってくださいよ、関さんが10回連続関さんが亡くなったらですか、はい、いやいや関さん俺より先に死のうと思わないでください、一応僕の方がちょっと年上なんですから、まあまあそうです、僕のが順番的に僕が先死にますからあのね、じゃそうなったらじゃあ追悼番組、追悼番組やってください、あの二人でやってください、やりますか、八尾さんゲストにして、八尾ちゃんゲスト、八尾ちゃん生きとんのかいまだね、俺死んでんのにね、八尾ちゃんの方が先行くと思うんですけど、じゃあその追悼先にやりましょう、そっちを先やりましょう、八尾ちゃんの方もね先にね、いやいやいや、そうそう、前回が八尾ちゃんだったんで、あそうです、はい、で次回の話したら捜査一課長来んの言ってましたけどね、そう言ってましたけど、いやでもすごいですよね、だから、いやそれでほらこの間も見てたバラエティの番組でも、関さん何15役だっけ、ああ15役、15役やってんの見て改めてすげえなと思って、いやありがとうございます、あれもでも結構苦労したんですよね、あのやっぱあのやれそうな15役を自分でもちょっとあのなんていうか、直し入れさせてもらって、あそうなんですね、そうなんですよ、ちょっとさすがにこれは やり分けられないなっていう部分もあったんで、あそうですか、そうなんですよ、ちょっと多少僕の得意な方に寄せさせてもらって、あそうなんだよ、おばあさんとかなんか、はい、びっくりしましたよ、ばあさんね、ばあさんびっくりしました、ね、本当に意外とばあさんもできるんですよ、やっぱだってコメディアンというか男優のやっぱり行き着くところの目標ってやっぱババアじゃないですか、あまあそうですね、あの昔の青島幸男じゃないですけどね、伊藤四郎さん、伊藤四郎さんとか松本さんさんとか、ばあさんやります、みんなねばあさんやりますよね、そうだからやっぱてっぺん行った人はやっぱばあさん役っていう、やっぱ目標はありますもん、面白ばあさんやりたいみたいな、面白ばあさんゆく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 はそれ面白ばあさん役が割とリアル実写ドラマで来てもやります、ね、やりますやりますよ、だって青島さんだってやってて、ね、イジョルばあさんやってました、あんなずらつけてやりたい そうなんです、やりまこれなんかでも今言ってるとなんか YouTube ですからいろんな人見てますから、はい、あのきっかけであばあさん役じゃ関さんやるって嬉しい嬉しい、ね、可能性ありますよね、だって本当だって声だけ僕あるね、関さんが声色じゃないけど、はい、やってたじゃないですか、はい、ほばあさんでしたもんね、本当ですか、嬉しい、びっくりしました、本当でもちゃんと心もばあさんになってましたよ、声だけじゃなくて心もばあさんになってました、なってました、心がばあさんになると、あだ83です、83のばあさんなんですよ、はい、吉江よしえ、はい、ね、やっぱこうなんですか、あれをなあの履歴書みたいなやつを作って、作って、はい、プロフィールを自分の中で、はい、やるんですよね。なんか嘘ですけど、嘘なの、ね。
あれなんだっけ、ほら品津川とかも混ざってましたよね。品津川風味、風味、風味ですね。品津川風味、そうなんですよ。なんかイラストが傷だらけのお兄ちゃんで、そうなんです、そうなんですよ。品津川しょうがないからちょっと多少寄せ目にして、寄せ目にしてね。そうなんですよ。いや難しいですよね、いろいろ。でももうやり分けのやつとかもういろんなところでいっぱいやらせてもらってるから、なんかもっとすごいのでやらなきゃっていうプレッシャーもありますよね。あ、そうですか、はい、前見てよもう一回みたいな、いや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 、なんかふうに思われちゃうじゃないですか。だからどんどん役がね増えてって、そうなんですよ。でもああいうものもやり、あとほら深夜の歌のやつとかアニメのあったりするじゃないですか、はいはい、これすごいなと思ってて、そうですね。いやもうだからもう真面目に、ええ、あの勉強しようと思ってちゃんとこう、はい、心を入れ替えて、今までその MC とかを避けてたんですよ、はい、なんかずっと。あ、そうなんですね、はい、大変じゃないですか、マスターオブセレモニーの役割って。そんな突然マスターオブセレモニーって言われてもあれそう、MC のね、まあ、だから、まあ、その遊撃手的に、もうね、適当なことを言ってるようなポジションがいいなと思って、はいはいはい、あの声優の番組とかだと極力、もうその MC 進行はしない方にしてもらってたんですよ、いつも。なるほど。そうなんです。でもまあご縁があってそういうチャンスをいただいてるんで、いやもうこれはもうしっかり勉強しろってことだなと思って、もう珍しくだからその題材の作品とかも家で見て、あ、見て、はい、だからそのラブライブとか、はい、そういう取り上げてクレヨンしんちゃんとか、はい、そういうの見て自分なりにあのやっぱ話せないとと思って、そうなんですよ、頑張ってやってます。だから、あ、そうなんですね、はい、でもさきさんね、あのいつも言うんですけど、もう僕の結婚式の司会をやっていただいて、やりました、その時からもう MC ですね、はい、いわばね。そうです、あれがでも一番最初の大役の MC ですから、はい、そんな大役本当ですよ。いやありがとうございます。だってあの何でしたっけ、小田切さんとか城さんとか、はいはい、あと東映のね、はいはい、偉い歴歴の方たちが、部長とか専務とかその辺ですよね。そうですよ、はいはい、いやいや、めっちゃ緊張したあれ。いやもうあり経験してるから、他のもう友達の結婚式の司会とか楽勝ですもん。いやもういや本当にとんでもない、そんなもう。いやでもよかった、やっといて。いやありがとうございます。だから、はい、MC 向きだと勝手に僕は思ってて、あー嬉しい、なのでなんかやっぱり語彙力だったり頭の回転の速さだったりっていうのが、はい、関さんも、で今ぺこぱさんと一緒に番組やってるんですよ。あ、やってますよね、はいはいはい、はい、やっぱりあの勉強になりますよね。あ、そうですか、へえ。お笑いの人たちってすごいですよね、本当に頭の回転速いですよね、やっぱり、あの、まあ、本編もそうなんですけど、その毎回そのなんていうんですか、番組もうすぐ始まるよみたいなのやるじゃないですか、はいはい、ありますね、このあと何時からみたいな、はいはい、であれをなんか毎回撮るんですけど、はい、最後ぺこぱさんたち、あのシュウペイさん松陰寺さんの順番で一言ずつって書いてあるんですよ、はい、でなんかまあ面白いこと言ってるから、はい、この間あのいやあれってあのなんか事前に考えてるんですかって言ったら、いやもう出たとこ勝負であの場でやってますって言って、ってでも毎回面白いこと言えてますよね、いやもう本当だから千本ノックみたいな感じでそうやってんですよ。まあでも滑ることもありますよ、いっぱいっては言ってましたけど、何の打ち合わせもしてないんですよ。すごいっすね。そうじゃあいつもの通り一言ずつって言って、これは誰のゲストの回ですって言ったら、シュウペイさんがなんかそれっぽいふりをして、で頑張って落として終わるっていう、別にそういう台本もなくですもんね、全くなくってことですよね。そうやっぱもうすごい頭の回転が早いなと。いやすごいっすね、だからそういう意味では、ね、でもほら関さんも役者としてやってる時に例えば急なアドリブとかでも全然対応するじゃないですか、はい、まあ頑張りますけどね。もうだからそこがなんかね、あの舞台のさっきの話じゃないですけど、ヘロ級の舞台とかでもその毎日同じじゃなくて、あえて向こうの出方が違ったりすることあるじゃないですか、はい、確かに、なんかそういう風に、仕掛けてくるじゃないですかっていう、はいはい、そういう時に返しとかやっぱり、でもそれはでもあれですよ、東映のなんか作品の監督の中では鈴村さんがやっぱちょっと異常ですよ。なんか なんでですか、異常。いやなんかやってもらっていいですよぐらい言う人はいますけど、はい、なんかあのそのドライブのやつのアフレコの時とかも、はい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 、面白くしてくださいねみたいななんか感じすごい無茶振りしてくるじゃないですか。だって関さんができると思ってるんで、そうですね、分かりましたってやるとなんかいやあまああれなんですけどなんかもっと違ったパターンでお願いしますみたいなこうやって言うから、これと思って、いやそう結構
あ、無茶振りして、しかもクオリティも高めに求めてくるから、ね、いやでもやってくれますからね、頑張りますけど、いや肝を冷やしてますよいつも。そうだから、そうあの時ね思い出しました、あの無茶振りでドライブって言うんで車なんですよ、車だから、はい、なんか車っぽい感じのアドリブ言って、はいはい、なんか車っぽい感じで面白くしてください、車っぽいアドリブなんですか。なんかねなんだよバンパーじゃねえんだからよみたいな、なるほど、今やってくれたんです結局、はい、あのなんか、はい、俺はもう漠然となんか車なんで車っぽいなんかアドリブと面白くやってください。意味わかります、車っぽいアドリブってその音なのか、なんか、ね、車自体になれって言ってんの か, なんか、ね、用語なのか、はい、そうそうそう、でもやってもらって、はい、今のもう一応いただいてください、もう一本なんか違うパターンでみたいな。ありますなんか。いやでもね、ギアがなんとかでもね、やってくれるんですよそれはね。やりますけど。いや洗車じゃねえんだからみたいなさ、あ、うん、ね、すごい、いろいろ言ってくれたり、いやだからそうなんですよ、だからぜひ本当はね、なんかその東映作品とかもそうですけど、はい、台本をぜひね、なんか販売してもらって、はい、その本編と見比べてほしいんですよどんだけ声優が頑張ってアフレコしてるかを全然違うじゃないからね、そうなんですよ、ずいぶん膨らんでるっていうね、そう対決の場面とかなんかね、うん、だってなんか対決って書いてあって岩場でなんか激突するみたいなしかないじゃないですか、もう激突なんとかだけ、激闘の末とか、なんでじゃん、それはね監督さんたちも大変ですけど、その激闘考えるんですかね、僕らだって考えるんですけど、でも台本ないですからね、そこになんか面白くやってくれとかっていう、そう、うん、とかーとかやって、そうで一番要はまあ変な話ですけど、僕らが一番尻拭くところじゃないですか、うん、まあ、監督たちも面白いの考え、うんうん、でしかもアクターさんたちもそこで膨らまし、うん、でなんかちょっとギャグっぽいテイストとか入ってるわけですよ、でこれは僕らがうまくレシーブしないとみんなが滑った感じになっちゃう現場で面白い動きしてるけど、きっと関さんだから面白い声当ててくれるんだろうっていう想像のもと動くじゃない、はいはいはい、例えば中入ってるアクターさんとかが、えって最終的に丸投げだから丸投げになるわけよね、そうそうなんです、だからそれでこれでつまんなかった場合は監督も演者も声優さんもみんなでね、そうみんなで品場もろとも状態になってくるんだよね、そうなんですよ、でやっぱあと期待も裏切りたくないのもあるじゃないですか、そうですね、あれなんかやっぱ関さんちょっと錆びついてきたらみたいないやいやいやなりたくないし、いやいやそうはなんないですけど、ちょうどね今日ね、はい、ここ資料としてここにね、はい、スーパーヒーロー対戦 Z という、はいはいはい、映画が名作です、名作ですね、うん、金田監督の作品ですけども、うん、大名作、関さんももちろん出ていらっしゃいまして、その、はい、ありがとうございます、こちら、こちら若かりし僕の写真とともにここですね、関さんかな、はい、出てますけども、はい、関さんはなんと赤レンジャーの声やられてるんですよね、そうなんですよね、これはゴレンジャーの赤レンジャーの声やられてて、はい、で赤レンジャーの声だけかなと思うと、うん、スペースイカデビルとかもやってるんですよね、だからなんか、はい、全然真逆の赤レンジャーとスペースイカデビルって、ね、はい、全然違うじゃないですか、だってね、そうなんか別のでイカデビル役をやってて、うんうん、別の映画でね、で、はい、でそれがなんかスペースになったから、うん、これですイカデビル、ゲソみたいなね、美味しそうですよね、そうそうちょっと美味しそうだなって思って、唐揚げがいい、で赤レンジャーは赤レンジャーなんでお話いただいたんだったかな、なんかモノマネをできますって言って、で、ね、でちょっとだけそのモノマネを買ってキャスティングしていただいて、はい、で一応今は赤レンジャーは誠さんがご出演されない時は僕っていう感じで決まってるんですよね、はい、稲田くんと僕と稲田さんが藤岡さんやらない時は1号みたいな、ね、そうですそうですそうです、そうです、もうだからもう関さんと稲田さんで1号と赤レンジャーってなんかほら身内感が強いんですよね、まあまあそうです、稲田さんとね、そうですね、確かに近場にいた1号と赤レンジャーみたいな感じがねやっぱしちゃいますけど、はいはい、でほら敵も関さんだから、はい、でそのねイカデビルもそうですけど、うん、特にこういう風にいっぱいヒーローが、はい、いろんなヒーローが宇宙刑事だったりとか、戦隊だったりとか、はい、戦隊もいろんな戦隊が出てきたりとかっていうと、うんうんうん、関さんほらいろいろやってんじゃないですか、はい、例えばゴーガイジャーのモバイルやつの声とかね、はい、もうそこら中から関さんの声が、あのゴーストでもあのねあのアイコンのあれの声やってんじゃないですか、はい、やってますやってます、偉人たちの声とかをやったりとか、はいはい、だからかあれもですよ、竜宗者、竜宗者もそうですよね、で今回の前回者もやってる、前回者もであ出てたじゃないですかね、その前回者のあのギアダリンガ、そうそうそう、はい、あれそうですよね、はい、回せーってやつ、そうですよね、だからもうだせあの3戦隊出てきたらみんな僕の声ですよ、ね、そうですよね、もう全部関さんの声ですよね、はい、もうそうなんですよね、だから
すごいことになってんなと思って。そう、だいぶみんなだから口の悪いあの特撮ファンの人はもう関智一がうるせえって言って、いや俺だってうるさいなと思って見てるよっていう。そこでわーわー冷めてるわけじゃないですか。そのおもちゃの子がそれぞれね、SE として好かれたりするからですよね。そう。だ最後の決戦になるとみんな必殺技を使い出すじゃないですか。はいはいはい、そうするともう豪快チェンジするために僕の声だし、そうですよね、竜宗寺あの技も。技もそうですよね。そうなってくるから、もう僕もうるさいなと思いますね。それでイカデビルとかと戦っちゃった日にはね、イカデビルの声も関さんだしね。そうもうお前に負けないぞって、ね、ファイナルウェイブが両方ね、そうしたからね、もうそうですよね。そうイカデビルが言ってんのかなみたいな思っちゃったね。ファイナルウェイブでね、言ってんのかと思っちゃう、ね、そうなんですよ。いや相当鍛えてもらいましたよ、とあの東映さんに。困った時の関智一になってますからね。何かっちゃもう関さんをね、いやいや嬉しいです。だってあれ僕らのとこにキャスティング、その、うん、大きい役は別ですけど、はい、そうじゃない時は、はい、あのこれ一覧表が来て、はい、この登場性ヒーロー の、はい、でやりたい役にチェックして返してくださいって言って、そうなんです。すごいアンケートみたい。すごい。そうなんです。でどういう風に書いてあるかというと、冒険レッド、冒険ブルー、冒険イエロー、冒険ピンクみたいな感じで書いてある、ずらって書いてあるんですけど、で冒険じゃ全部どうですかって言うんですけど、いやピンクとかさすがにどうなの、全部どうですかってね。そうなんです。おばあさんの声はできた。そうはね、ちょっとね、さすがにね、まあ、いいですけどやっても、やってもね。そうなんですよね。それをみんなが聞きたいかっていうことですよね。そうですよね。そうなんです。関さんじゃんみたいな。そうなんです。あの昔のほら仮面ライダー、昭和のね、はいはい、仮面ライダーで女怪人だったはずなのに再生怪人で男の子やっててみたいな。何ですか、ドクダリアンとかね。例えば、はいはいはい、ドクダリアン全然男になってるみたいな。あのなんかもうとりあえず誰かが声やってたみたいな感じ、はいはいはい、ああいうのだとねちょっと萎えますけど。そうそう、まあ、冒険ピンク関さんちょっと聞いてみたくはありますけど。確かにね。あ、好きなんですよ僕冒険ピンクが。ああ、そう、もともと冒険ジャー好きだったんで。あ、びっくりした。末永遥が好き。末永さんも好きですけど、冒険ジャー自体も好きで。あ、そうですよね。三つ編みとかもね結構あの好きでしたよね、はい。だからあれですよ、あのそのなんていうんですか、戦隊も、はい、この例えばキレンジャーとか、うんうん、あの特徴があるんですよ、はいはいはい、カレー大好きだったりとか、うんうん、そうそう、でっかい阿蘇の噴火山隊みたいな、うん、そう90面あ、ね、なんですよね、はい、あのそのキレンジャー90面で太っててね、ああいうのはやり分けやすいんですけど、うん、まあ、だんだん最近だってみんな2枚目だから。そうですね、そうなんですよ、最近のはそうですね。なかなか2枚目だけで複数の役をやり分けるってやっぱちょっと難しいんですよね。まあそうですよね、はい、確かに同じになってっちゃうっていうか、まあ、2枚目超えがね、そんなバリエーションって難しいですもんね。そうなんです、うん、ほら誠直哉さんっていうと2枚目っていうか、はい、やっぱりそのこうちょっとなんかごつ系ですからね、はいはい、なんかね、なんか頼れる兄貴、頼れる兄貴系だから、なんかまあそれと例えば青レンジャーやれって言って、うん、ね、新名との感じ変えられますじゃないですか、はいはいはい、イケメンね、うん、そうですね。だけどなんかそのね、最近のイケメンの声これもこれもって言われるとなかなかやっぱ難しいですね。難しい。そうなんですよ。三つ編みなんかまだね、あの、うん、冒険レッドの高橋三つ編みなんかはまだ、うん、ほらちょっと昭和っぽいレッドじゃないですか、うん、まだね、はい、なんか変えられるというか頼りがいのある ね、うんって感じですけど、はい、で怪人ってとって例えばギャバンの怪人とかもやってたりする、リザードダブラーとかね やったりとか、はい、なんか出てきちゃうと、まあ一回なんかあったじゃないですか、1号だったかな、仮面ライダー1号かなんかの映画で、そうなんか3人の怪人全部関さんだったっていうのが。そうなんですよ。じゃあだから同時に出んのにね。そう、うん、前も言ったけど、そうだから、うん、別々に出てくると思って、まあそのお引き受けしたというか、まあ、はいはい、別にどうでも引き受けるんですけど、当然そうだろうと思って見たら、うん、もう絡みまくってるから3体が、それは大変なことを引き受けてしまったと思って、ねえ、そうなんですよ。もうなんとか頑張って変えなきゃっていう。いや、悟空ご飯5点じゃないんですから、ね。そうですね。三人っていくら同じだったら、あれは全部そういう設定だから、ね。年代が違うから ね、 違いますからね。まだいいですけど。そうですよね。うん、そうですよね。そう、あれは緊張したな。ね、怪人ね、まああれも金田組でしたよね、確かね。そうですね。金田組いろいろねやられてますね、だからね。そう。あれとかもう台本に書いてあったんですか、なんこのイカデビルのなんとかゲソみたいな、はい、そう、あれはもうほらだって金田監督、金田監督がゲソって言えって言うんですか、うん、最初のイカデビルが復活した時に、はい、もうだってあの石橋蓮司さんが普通にもうイカとビール持ってたじゃないですか。あ、イカデビールか。そう、イカデビールって言って、僕はもうここ最初はやっぱあの原作原理主義者だから、はいはい、あの全部見て、はい、1号を、はい、でこうやって言ってんだと、うんうんうん、そういいって言ってんだなと思って、持ってったら関君って言って、それはつまんないよって言って、なんかもっとさ、ゲソとかイカとか言いたまえよって言われたから、もう俺よりひどいじゃないですか、金さんの方が。
でもほら具体的だから。ああそうか具体的か。そう。うん、まあ、それをだからこっちはほら車っぽいのなんか使うみたいな感じ。ぽいのっていっぱいありますからね。そうそう。向こうはほらイカとゲソって言え。まだ言えってね。言えって言って。ロボコンじゃないんだからだって、ね、ロボコンのなんとかゲソとかなんとかイカってそれもうロボコンとかカブタクとかそういう世界ですからね。もうね。そうそうそうなんですよ。でもまあそれのおかげででも、うん、やっぱ今のお子さんたちが楽しい方がいいと思うので、うん、あまあまあまあ、うん、まあそういう意味ではちょっと特徴つけたらね、うん、いいのかなということで、まあ、頑張ってノリノリになってやってますけ ど、 どそしたらちょっと後にあのウルトラモードイカルス星人役もやらせていただいて、あ、はい、そうですねイカルス、そう、その台本にもなんとかじゃないかって書いてあって同じじゃないですか、そうですやべえと思ってキャラ被っちゃったと思って、あの両方ともイカになっちゃったと思って、そうなんです、イカルス星人をイカでやったんですか、イカでやってます、なんとかじゃないかって言って、あそうなんですね、そうなんです、そうなんです、だからあのイカデビルのちょっとゲソとか、あ、そうか、ゲソ、そっちを多めに使って、あ、多めにね、はいはい、イカルス星人はゲソは言わないですからね、イカの方ですからね、イカの方、イカルス星人もなんとかイカって言い出したらもうなんかちょっと終わりな気もしますね。なんかね、あの確かになんとなくね、ウルトラもそっちか、そうかみたいなところもありますけどね。そうなんですよ。まあでも楽しいです、特撮はやっぱりね。まあ特撮、そうですよね。でもいろいろ、本当だって、そんな赤レンジャーとかもやりつつ、はい、ショッカー狩猟の声とかね、そうですね、やったりとかもしますしね。はい、そう、なんかもう、身内の喧嘩みたいになってくる。そのね、あのそうそうそう、いい方も悪い方も。ストロンガーとかもやりますもんね。やりますね、はい、アマゾンもやってます。アマゾンもやってますね、はい、あのそうですよね、うん、なんかその辺 V3 もやってましたよ、なんかね V3 もやりました、はい、ちゃんとトイヤって言ってましたよね、やりました、はい、昭和ライダーはなんか結構やりましたよ、やってますよね昭和ライダー、はい、1号2号 X 以外はやったかな、あそうですか、はいはい、すげえやってんじゃないですか、そうめっちゃやってるんですよそうですよね、はい、いやーすごいな、えなんかあれだっけ、特にもなんだっけ、めいちゃんも言ってたね、関さん今日もなんか持ってくるの忘れたみたいな、あそう私、はい、あのファミリーマートで売ってる、はい、カードキャプターさくらちゃんのウェハースがあったんですよ、はい、あ今日だからなんかカードキャプターさくらみたいな感じにしてんですか、そうなんですか、あ全然気づいてない、ね、このカードキャプターさくらなんかさくらちゃんそういうの被ってる、あそうなんですか、そうこういう赤い帽子かぶってるんですよ、そう髪型もちょっとさくらちゃんっぽい、あそうですか、確かに寄せてきたんですね、さくらちゃんにお兄ちゃんが来るんだね、なるほどそうか、いやそれでなんか私全種類集めようと思って、はい、めちゃくちゃ買ったんですけど、はい、結局全種類集められず、はい、トウヤくん最後に引いたんですよ、おお、それを持ってこようと思ったんですけど、はい、ちょっと忘れちゃいました、どういうことですか、それになんかサインとかを求めようと思ってたってことですか、うん、全然むせ始めてんじゃんなんか送ってもらえれば、あそうですね、うん、まあ、もしくは次の時で大丈夫です、またすぐやりますから、はい、あの大丈夫、安心してください、しますします、めちゃめちゃ大量に買ったんで、もう金に物言わして大人買いしてますからいやウェハース美味しいしね、あれはいっぱい買っても、あ美味しいんですか、美味しいです、美味しいです、うん、昔の仮面ライダースナップじゃないけどね、まずくて捨てちゃダメだよみたいな、そう仮面ライダーが番組で言ってました、ね、昔まずかったの、えあの仮面ライダースナップちょっと甘ったるいようなね、うん、あのちょえポテトチップスみたいなじゃないんで、ないんですよ、ポテトチップスだったらよかったんですね、そうあれ名前はチップスなのにね、そうですよ全然 まずいの、あのでじゃあでこれ言って大丈夫ですか、まずいのって今もやってない、やってないんだよね、今もう売ってないでカッパエビセンの姉妹品みたいな感じで売ってんのよ、姉妹品、カッパエビセンの姉妹品、カッパエビセンって欲しいのよ本当に、うん、やめられない止まらない止まらない止まりまくるよあもうだからもうだからやめられない止まる止まる、もう全然もう食べるもうまずくてもう川に浮いてたんだもんね、ドブ川に昔本当にみんなカードが欲しいから買うけど、うん、カード取ってみんな捨てちゃうの、はい、もう食べる、うん、食べもしない、すごい、もうだからそこはねカメラ店に頼らずもうちょっとねあのえなんか商品開発努力をしていただきたいですね、後年再販された時は、はい、もう普通でポテチみたいな、ね、ポテチでしたね、あのそうあの再販したんです、それ本当にただの普通のポテトチップスだから美味しいんです、うん、いやもうそれでいいのよ、そうそうそう、ね、誰かが言ったんでしょうきっとまさかあれ再あね、再販するのにあれはやめようぜって言ったんだよ ね、 ね、 ね確かにね、うん、捨てられて終わっちゃうから、ね、そう美味しいねウェハースとかだったら別にいいですけど、美味しかったの、うん、美味しかったでしょ、なんかビックリマンチョコを昔買ってて あれはもうちょっと飽きてきちゃうんだよ、ね、うん、昔シール集めてたら確かにちょっとさよならしたこともありますけど、もったいない、僕は絶対そういうことしないけど、違う昔です、昔ですそんな突然いい子になって僕は絶対そんなことしないみたいになって、そうそう食べますよ、まあまずくはないんだけど、うん、飽きてきちゃうね、あ、まあ、大量に買いますからね、大量に買うから、うん、確かになんかコンビニあったらもう買わなきゃと思って、うん、買っちゃってだったんで、そうなんですよね、今でも持ってますビックリマンチョコ、
のシール、びっくりマンシール実家にあるかな。残ってますか？やっぱあの何枚あでも取ってありますね。そんな結構揃えたんですけど、それは全部あのあるかわかんないですけど、でも残ってますね。はい、おー、はい、いいの。レアなやつとか。あ、そうですか。はい、レアなやつ。あ、キラキラのとかありますよ、うん。ダジャレシリーズとかもありましたよね。ありました、ありました。納豆牛みたいな。そうそうそう、すっげえ寒いやつ、ね、寒いやつ。寒いダジャレが書いたのがあったの。そう、いろんな意味でびっくりマンですよ。それも納豆まみれの牛のイラスト書いてある。あ、そう、納豆牛。で、それをどこにシール、どこに貼っていいのかわかんないじゃないですか、そんなの。納豆牛とか、ね、だから、よく昔友達にとか言うと変なとこにシールとか貼ってましたよね。貼ってありました。あの、机、デスクあるんじゃないか、あの、ああいうとこにペタって、なんか変な、そういう納豆牛みたいなのがあって、うん、なんこれ、みたいな。大体でもみんな冷蔵庫とかに貼りますよね。そうそう。冷蔵庫もあるね。今、磁石が多いけど、昔はでもシール貼ってね、で、剥がせなくなってきて、ビってね、なってたりしますけどね。はい、さてさて、まだお話つきませんが。はい、そろそろあのコーナー行ってみたいと思います。で、初めての方もいらっしゃると思うんですが、はい、行きますよ、はい、教えて鈴村先生。はいはい、はい、突然背景が、まあまあまあ、ちゃんとしてる。変わりました。え、いいんですか、うん、今の感じ。大丈夫です。大丈夫ですか。多分ね、視聴者の皆さんも言ってくれたかな。初めての人が多いって言ったじゃないかな。言うわけないじゃない、そんなね。これからは言ってもらおうかな、はい、はいはい、次からはね。はい、うん、はい、じゃあこのコーナー初めての人もいるんで、ぜひ説明の方をみーちゃんお願いします。はい、でこのコーナーでは鈴村監督に先生になっていただいて、はい、本当だったら業界用語とかいろいろ教えていただこうかなっていうコーナーなんですが、うん、はい、今回関さんもいらっしゃるんで、はい、関さんにも先生になっていただいて、はい、今回あれですよね、多分悪、え、何でしたっけ、ん、悪役ね、思い出の悪役を書いていただいたので、うん、そちらを私がピュッて引いて、うん、教えてもらおうかな。なるほど、はい、もうあのよくあの業界用語とか鈴村先生のねコーナーっていうことで、はい、僕が業界用語ねその書いて引いてっていうのはあるけど、うん、今回は関さんが来られてるからっていうけど、しばらく俺一人でやってないよ。だいたいゲスト巻き込んで、今回はって言ってますけど、あのだいたいゲスト巻き込み系になってますよ、うんすね、今はもう最初の一番最初だけでしたね。1、2回ですね、俺がやったのちゃんと教えて鈴村先生ね。あれだいたいでもゲストは毎回来てるんですか。毎回呼んでます。はい、毎回呼んでます。でもそうなるともうね、しょうがないし。そうですね、そうですね。題名を変えるしかないです。もう。そう、教えて、まるまる。鈴村先生たち。あ、そうそう、先生たちね。先生図にしましょう。先生図なんかドラえもん図みたいな。もう教えて鈴村にして、ね、あのそのらはたちの意味も込めてる、ね、鈴村ね、あのね、めちゃめちゃいいじゃないですか、ね、お前らのなんですよ、鈴村そうですね、教えて鈴村。でもよかったよかった、私しか言わないから教えて鈴村は皆さんが言うんで、はい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 、私セーフ、ね、私も言いなさいよね。ねえ、はい、というわけで、今回、関さんと私とで、5枚ずつ書きました、はい、で、ぜひぜひ、みーちゃんに弾いてもらって、その中の、まあ、弾いてそのどっちかが書いたやつだから、はい、どっちかがその説明をするという感じでございますかね。はい、ではお願いしますよ。じゃ真ん中行きましょうか。はい、はい、どうぞ。行きまーす。ちょっと2番聞いてんな。はい、6番。よし。ブーバ。あ、ブーバ、ね。ブーバ。はい。はい。ブーバ。これは関さんですね。はい、ブーバ。電撃戦隊チェンジマン出てきた。はい。宇宙海賊。宇宙海賊。ブーバ。ブーバ。はい。かっこいい。かっこいいんです、これは。これですね。そうです。この人。はい、この人です。なんていうんですか、伊豆淵豊さんのデザインで、あ、そうです、そうです、デザインがねえ、なんかこうか髪ロン毛なんですよ。そうなんです、髪の毛が生えてて、そう、はい、ほら見て、ロン毛なんですよ。そう、このね、これですね、落ち武者みたいなね、日本の日本の落ち武者みたいな、そう、かっこいい。これだからなんか影響を与えて海外の何かとかにも影響になってますよね。プレデターとかですね、プレデターとかに影響をされてますね、すごくね。そうなんです。で、悪者なんだけど、ちょっとあの男らしい侍みたいなとこもあって、そう、硬派なんですよね。硬派、ずるいことをしないみたいな、そう、そこがかっこいいっていうね、うん、なんか最後も一騎打ちで破れるんですよね。そうなんです、そうなんですね、チェンジマンのレッドと、そう、
悪っぽくないですね。なんか悪っぽくない、そうなんですよ、いい悪、そうですね、うん、あの男らしい、そう、小ずるいタイプではないんですよね、はい、チェンジマンはね、やっぱ悪役が魅力的でしたよ、なんかみんな、そうですね、はい、確かに伊豆淵豊さんのデザインも優れていたんでしょうね、うん、そう、伊豆淵さんっていうのはもともとはアニメの方、ずっとパトレーバーとかね、アニメの方もデザインやられてたんですけど、はい、戦隊のシリーズでいうと、ダイナマンから、うん、ダイナマンそのダイナマンっていうのから、そのクリーチャーデザインというのをやり始めて、敵の方ね、うん、でダイナマン、バイオマン、チェンジマン、フラッシュマンまでとりあえずその4作、うん、伊豆淵さんがこうデザインして、だからちょっとその特撮の今まで特撮をデザインしてない人がやってるからアニメっぽいデザインとかさらにちょっと進化した感じのデザインなんですよね、非常に、そうだ、それでファンも多いんですよね、うん、そうですね、そうですね、シリーズ多いんですよ、そうなんです、まあ代表的なキャラクターかなという、そうですね、ブーバーかっこいいです、うん、そう、それもそうなんですけど、ツイッターの方で、はい、ちょっとあのリプが来てて、うん、はいはい、何です、で、何ですか、それこそブーバーが来てまして、うん、はい、ああ、その好きな悪役ということですか、はい、チェンジドラゴンとの死闘とのその後の散り方が男ですっていうコメントが来てたんで、なんて方から来てるんですか、宮原さん、宮本さんかな、宮原さんって方です、ね、これあの近年後楽園の、はい、シアタージーロッソでも、はい、ちょっと復活してブーバー、あ、そうなんですか、そうなんです、出てきたりしたこともあったんです、豪快じゃんの時とか、あ、豪快の時ですか、はい、そうなんです ですか、はい、まだ残ってたんですね、スーツ作り直したみたいですよ、作り直したんですか、はい、新たに、あ、やっぱ人気キャラだから作り、よくね、ほら、うん、あるんだったら出そうかってのありますけど、はい、新規で作り直すってすごいです ね、そうなんですよ、海賊つながりでっていう、あ、なるほど、宇宙海賊、はい、なるほどなるほどことだと思うんですけど、なるほど、はい、まあ、ぜひ見てください、ぜひ今度機会があればね、はい、そうです ね、はいはい、じゃあ岡本さんですよね、これね、そうです、岡本由伸さんです、はい、じゃあ次行きましょう、そうですね、ちょっと待ってください、ね、2枚引かないでくださいね、2枚引かれちゃって、かさばってるんですよね、だから今広げてるじゃないですか、ちょっと待ってくださいね、だからね、はい、どうぞ、はい、じゃあ端っこ、あ、これかさばってた、あ、いや、今行きますよ、はい、ででん、ヤプール、あ、ヤプール僕ですね、ヤプール、ヤプールはあのウルトラシリーズ、ウルトラマンエースというウルトラシリーズの5作目かな、そうですね、5作目ですかね、はい、ウルトラ9から言うと5作目ですかね、はい、で出てきて、ウルトラマンってウルトラシリーズっていろんな宇宙人が来るんですよ、うん、バルタン星人っていうのが来たり、そう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 、知ってるでしょ、うん、そういうのが来て、まあその個々で戦うね、いろんな宇宙人、例えばメトロン星人が来てとか、例えばそういうんで戦うんだけど、うん、ウルトラマンエースの敵ってその異次元人ヤプールっていうのが異次元からこの3次元をしあの侵略しに来るんです、へ、であのだからその何が言いたい異次元かそれ何が言いたいかっていうと、うん、もう固定の敵なんです、例えば仮面ライダーって敵がショッカーじゃないけど、そういうのがあるんだけど、はいはいはい、あのウルトラマンってそういう固定の敵っていうのはあんまないのね、うん、まあ、バルタン星人が復讐して3回ぐらい出てきたりとかそういうのもあるんだけど、うん、毎回敵が違う、例えばなんか怪獣が出てきたからウルトラマン出てくるみたいなことなんだけど、そのヤプールっていうのはその怪獣を出すにしてもヤプールが全部操ってる、ほう、うん、必ずヤプールの、まあ中盤までなんだけど、あら、めんどくさいんだけどね、中盤までなんだけど、でその絵も光学合成でよく見えないの、ヤプール、なんか歩き回ったりしてんだけど、うん、よく見えないの、俺もよく分かってないの、ヤプールってどういうのか、あ、姿は分かんない、ただ合体して巨大ヤプールってなったのだけは見て知ってんだけど、それはかっこいいの、割と好きなの、へー、うん、あのそのなんかね、宇宙人じゃなくて異次元人っていうのが僕はなんとなく、うん、おツボだったというか、侵略者じゃない、な、侵略者なんだよな、侵略者なんだけど宇宙からの侵略者じゃないってことかな、ほう、うん、難しいですね、あ、これがヤプール、これ分かんないでしょ、ヤプールってこれ、え、なんだか心霊写真、心霊写真、まあでもなんか心霊写真みたいな、そうですね、このちょっと、そうそう、ちょっと分かんない感じのね、ぐちゃっとしてる感じの、そう、ヤプールだから、うん、これがなんかぐりぐり歩き回ったりとかしてるからよく分かんないんですよ、いまだにでもウルトラマンの敵としてね、はい、ヤプールって出ます、今でもそのヤプールって出てくるんですよ、実は、生きてたんかみたいな、そう、死なないんですか、死なない、種族として生きてるってことです、死んだり生きたりね、死んだり生きたりしてますね、うんうん、もう異次元だからそういう概念もないのかな、そうですね、ないかもしれないですね、そうそう、最初なんかもだから空が割れて出てきたりするの、怪獣が青い空がパリーンと割れて、あ、中赤いんだけど、へー、おおと思うんですよ
まずでもやっぱ大事なのは、やっぱ学ぼうという姿勢がないそうそうだよ、どうでもいいや、ヤプールじゃないのよ、そう学ぼうよ、ヤプールは教えてって言ってるんだから、教えて進むの分かんなかった、ま、ヤプールの話もういいですじゃないのよ、学ぼうとしようよね、異次元なの感じ、ねえ、ねえ、学ぼうとしようね、そこ大事よ、いや、あのさっきのはめっちゃ気になってましたよ、ブーバね、なんで俺のヤプールがなんかあのダメみたいな俺のヤプールが出てないんですけどね、別に俺のではないんですけど、あのそうですね、そうですか、まあ、ヤプールあんまり興味なかったですか、そう、しあの心霊映像、そうですねじゃないのよ、本当にね、心霊写真、はい、次行きましょうか、はい、次行きましょう、はいはい、行きます。えい。ダニクロト。あ、ダンクロトね。あ、ダンか。あ、オレンジがね、でもね。まだ僕です。でも違う、本当に2に見えますからね。分かった分かった。いい、見せなくていい。ね。2に見えますからね。確かにね。ちょっと2に見える、ね。2に見えた。分かった。ダンクロトね。うん、ダンクロト。これはね、僕最近やったそのエグゼードっていうね、仮面ライダー、最近でもないんですけど、はい、そこのやっぱりね、僕がその、最後 V シネ3本撮ったんですけど、うん、それに出てくるやっぱりその一回こう寝返った感じになったんだけど、結局悪いやつはこいつだみたいなところの、ちょっとね、あの往年のってわかんないね、あの、昭和の時の敵みたいになんかね、なんだろう、頭が良すぎて悪になったみたいなタイプの人なのよ。だから嫌だ、嫌なやつだ、プロレス上げるとかね、例えばまあなんか死神博士とかじゃないんですけど、うん、なんかちょっとそういった頭良くて、それを善の方に使わなくて悪の方に使ったんだけど、でもその人はその人で自分の正義のために、その正義っていうのはこれ人それぞれだから、その自分の正義、これ良かれと思ってやってるみたいなところが僕はすごい惹かれて、でまあなんだっけな、役者の名前忘れちゃったな、ダンクルの演じた、あれなん、岩永君の人間性もちょっといかれてんのよ、あのご本人が、うん、でそれはイカれて、それもいいんです、すごくイカれてて、イカれてるからこそやっぱり芝居もイカれてくるっていうか、やっぱすごいイカれて面白かったんですよ、すごくやってて、だからなんか俺は距離を縮めようと思って岩永君になんか、まあ、飲み行こうっていきなり言うとさ、ちょっとあね、食べがと思って、まず何食べ物好きなのとか、例えば魚好きとか肉好きとか、なんかあ、そう魚好き、うまいね、刺身ある店あるからさ、今度行ってみる、飲みにとかっていう風な誘い方を、まあ、いつもそういう手口なんですけど、手口っていうかあのあれなんだけど、で岩永君に言って、何好きなの、何食べ物、え、食べ物ですか、シチューシチューか、シチューのうまい店は知らねえし、シチュー食い行ったらもう飯だなと思いながら、なんで、うん、そっか以上みたいな、ね、誘えずみたいな、そう、誘えずみたいな、ちょっと変わった子でね、面白かった。岩永さん、あの方ですか、テラスハウス、あ、出てたかな、出てた、うん、そう、薬剤師、薬剤、そう、あのだからなんかメンサかなんかのか、あれで、あの最近いろいろプレバトとかにも出たりしてる、でも本当に頭のいい、頭がいいね、そう、だからやっぱ、じゃああれじゃないですか、やっぱ飲みの誘いを断るためのあれだったじゃないですか、いや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 、頭がいい、いやいや、食べ物何好きで、もう飲み誘うのか、誘われてると思って、いやシチュー、いや、さあどうぞ、いや誘ってくださいよ、めちゃめちゃいいですね、それで私もこうですか、なるほどね、そうか、そう、肉魚って言うとね、うん、なんかじゃあ飲みに行ってなっちゃうから、連れてかれちゃいはしませんよ、別に、たくあんですとかがいいんだよ、好きなのたくあんならありますから、いぶりがっこでよければみたいな、メロンがいいよ、メロン、あー確かに、次いきますか、ね、いいな、シチューちょっと私も使おう、いいな、使わないでいただけると、はい、はい、ですか、じゃあこの辺いいですよ、いきます、ドン、お、腕スパ、腕スパが好きなわけじゃないんですけど、はい、あの腕スパをまず見せますね、はい、腕スパっていうのは、ね、稲妻に出てまいりました、はい、キャラクターこれです、あ、これこういうやつですね、そう、見せますみんなにも、うん、これそうです、それが腕スパです、寄れますか、これです、これは、うん、あの、まあ、ロボットなんですよ、ロボットの敵、ね、うんうん、
お腹のところとかに蛇腹って言ってあのこうなんていうんですか、そうですね、だんだんになっているんですけど、はい、このだこれが好きなんです僕は。あ、蛇腹がね、あ、ごめんなさい、取れちゃった。まあ、古い本ですからね、いいんじゃないですか、僕のほらこれもそう、これ鋼鉄三本、鋼鉄三本、蛇腹、そのね、こう蛇腹、あ、これが好きなんですか。そうなんです、そうこの機械の感じ、この鋼鉄三本、昔の石森章太郎作品よくありましたよね、この、そうなんです、そうなんです、うん、蛇腹の感じね、はい、しかもこの50年ぐらい、昭和50年ぐらいの、このストロンガーとかイナズマンとかゴレンジャーとかゴレンジャーの仮面怪人にも結構こういうのジャバラマンいっぱい出てくるんですけど、私はもうそのジャバラであの銀汚ししてる、この要はあの 黒く塗った上にあのスポンジで銀を銀で叩いて銀叩きしてある、なんかあの塗装の感じがすごい好きなんですよ。で意味のわかんないこのリベットがいっぱい打ってあるどんだけ釘がうねうね打ち込まれたよみたいな、よっぽど感じに止まってるなっていう、そうですよね、あれがなんか好きで、あ、デスパー怪人なんかみんな割とね、そうなんですよ、そうなんです、そうなんですよ、そのなんとも言えないそのデザインセンス、石森章太郎さんのデザインした悪役が好きっていう、ああなるほど、蛇腹とビス、ね、リベットがこう、そうなんです、ビスがビス、だから悪役を楽しむ時にはさっき監督が言ったみたいな精神性の部分もあるし、このデザインも楽しんでもらえたり、で、まあ、もしくはちょっと滑稽なその性格みたいな部分楽しんでもらったりっていう、いろんな楽しみ方がありますよというお話ですね。そうですね、ウデスパーなんか特になんかあの垂れ目感も石森先生っぽいですよね。そうなんです、そうなんです、悲しい感じのなんか涙流してるみたい たいな、そうなんです、なんかバンバとかもそうですけど、なんか割とああいう垂れ目感多いですよね、はい、そうなんです、でウデスパーがいて今度ウデスパーアルファベータっていうのが出てきて、それが合体してまた合体ウデスパーになるっていう、なんかあのそうなんかね、何度も出てくるんです、あのウデスパーも、でもウデスパーをあえてアルファとベータに分けたのにまた合体させるんかいってよく分かんないそのね、そあの感じ で合体したらウデスパーにはならない、ならないね、合体ウデスパーってのなんで、だから別物になっちゃうのよえっていうね、そのそうそうそうなのよ、何それみたいになっちゃいます、ね、そうそうそうなのよ、別物になっちゃうからあれってなるんですけど、そうでウデスパーってなんか腕になんか武器がいっぱいこうつくんですよ、マシンガンだったりムチになったりとかで、なんか腕なんだなと思ってたら、うん、あのサデスパーっていうのも出てきて、そうそうそう、あ、右左の腕だったんだって分かる、でもあれ多分、ね、いやでもね、腕スパー多分腕から来てると思いますよ最初はね、最初はだけど最終的にあの、まあ、腕スパーサデスパー出てくるんです、サデスパー三宝っていうのが、そうあのサデスパー三宝は、うん、あのそう腕スパーはじゃあ右しかそういうのできない、右腕だけ変えない、右腕だけ、そうですか、サデスパー、いやじゃ違う、お前右腕って違うよ、あのその右腕じゃねえんだよ、あのえその親玉の右腕左腕って、あ、そういうことか、私腕かと思って、その腕とひね合わせてんだよ、だから腕と合わせて、なるほど、そうえ右腕だけなの、じゃあサデスパー左手変えられるんですねじゃないのよ、うん、そうじゃないのよサデスパーはね、あのこうお腹をねバコーンって開くと、あのアイアンメイデンみたいなトゲトゲになってて、トゲトゲになって、えそうガチョーンって言って、めっちゃ強いじゃないですか、めっちゃ強い、そうなの、でもね割と温厚な人なんです、割とデスパーシティっていう市長なのよ、サデスパー市長って言って、割とあのウデスパーが割と血の気の多い人だったんで、あのでもウデスパーとサデスパー声同じなんだけど、あの声同じなんだけど、そうだ、あの同じなんだけど、まあそう割とそうなの、そうなんです、あの双子みたいな、双子じゃないんですけどね、うん、まあ、はい、当時はね、そうですね、結構みんな生産少なかったですからね、そうなんです、はい、手分けしてやってました、やってましたね、そう手分けしてやってました、はい、どうしよう、もう一枚ぐらい来ますか、行きます、どうします、行きましょうか、行きましょうか、でもなんかそのツイッター、ね、お腹も空いてきたよね、なんかお腹空いてきたの、シチュー食べますシチュー食べません、でもなんかツイッターのリプでも見てたら、はいはい、デザインとかで結構書いてらっしゃる方結構多くて、うん、このデザインがいいな、あ好きってことですよね、敵のデザイン、そうですね、だ皆さんデザイン重視なのかなと思って見てました、あいやデザイン重視もでもまあそういう時もありますけどね、うん、いきましょう、いいぜ、いい、ベベン、シルバー、あーシルバーね、バイオハンターシルバー、はい、これもまあ、はい、別にシルバーがどうっていうわけでもないんですけどデザインですかこれも、そうなんですよ、だからその先ほどの出渕先生のデザインしてたものの中なんですけど、うんうんうん、あそうですね、あの悪役が
なんていうんですか、デザイン、まあ、生き方がかっこいいっていうところで破壊だとか、うん、ちょっとそういうキャラクターもいたんですけど、うんうんうん、その 見た目と内面と伴ったかっこいい悪役、要はライバルキャラみたいなものの走りがこのシルバーなんですよ。青い本ね、青い見えますこの銀色のやつ、銀色のやつ、そうそう、アニメキャラクターみたいなちょっと風貌で、でまあその敵か味方か分かんないみたいなノリの、まあ、キャラクターとして出てきて、これとかあとまあここにもいますけど、このねダークナイトみたいな、これも伊豆渕さんデザインです、ね、伊豆渕さんデザインで、今はこういう悪役いっぱいいるけど、この頃はいなかったんですよ。いない、だからそうヒーローと見まがうぐらいかっこいいっていうのはなかなかいなかったの。そうですよね、そうで正体は誰なんだ、敵か味方か分かんない、うん、そうで実はこいつが正体だったんだみたいなドラマも含めて、うん、ちょっと後半戦を引っ張ってくれるっていうか、うん、なんかそういう意味でのなんか悪役の新たななんか、うん、こうルーツというか、そうですね、はいはい、だからその今の仮面ライダーってライダーが悪かったりとかして、例えば悪いライダーっていうのは、まあ、ちょっと前にそのブラックっていうのが出てくる、シャドウムーンっていうのが出てくるんだけど、それはもう悪い仮面ライダーのね、見た目は仮面ライダーなんだけど悪い、うん、でさらにあの平成入って平成ライダーと言われてるジャンルの頃から仮面ライダーが悪いのが出てくるみたいのなんですけど、もっとその前だから、そのヒロイックなデザインじゃないのに、デザインじゃないのが多かったの、敵がね、うん、いかにも怪獣なのが、どんなかっこいいこと言ってもネズガンダとかね、うん、かっこいいこと言ってもネズミの化け物ですからね、そうそうそう、あのね、あのいくら侍っぽいこと言ってもかっこいいとはならないですもんね、あのデザインだとね、そうそう、うん、だけどそういうなんかだから、まさにあのさっき言ったシルバーとかダークナイトとかって、うん、見てる子供もかっこいいってなっちゃう、これ不良に憧れるとかあるでしょ、そういうノリかな、なんか、うん、そうで上手にアニメのなんか悪役と特撮の悪役が融合していく、うん、いったというかね、レモンサワーください。そうなんですよ、だそういう意味で多分見てる人もそのデザインがかっこいいものに憧れるっていうのもあるのかもしれないですよね、うんうんうん、そうですね、うん、そう、じゃあ最初から悪役とは分かんないってことですか、いや悪役として出てきます、そうだけど時としてヒーローに味方もしちゃったりとか、うん、要はよくあるでしょ、うん、あの俺が倒したいんだみたいな、うんうん、そうそう、うん、でなんかそれで、まあ、ヒーローが負けそうになってると割って入ってきて、そう助けちゃう、助けちゃう、図らずも俺が倒すからね、あのこいつは俺が倒すんだって言いながら助けて、うん、とか敵に塩を送るじゃないけど、ちょっとね、そうそう、この、うん、今日の一つ過信しといてやろうみたいなさ、いいやつじゃん、ちょっとかっこいいじゃん、そういうのね、そうそう、最終決戦とかね、うん、お前は行け、僕は俺に任せてお前は行けみたいな、え味方してくれんのみたいなね、そう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 、ね、そういう、そう、そういうのが生まれ始めた、ね、うん、そうなんですよね、デザインもかっこいいから、はい、もうなんていうのかな、デザイン自体がかっこいいから、さらにこうそういうことやられると、うん、もうキュンとするというかね、そうそうかっ、女の子は好きそうですね、そうでしょ、だってその前の悪役はこういう感じだから、やめてくださいよ、あのブーバー、ブーバーブーバーでもイケメンでしたよ、まあ、違う、このドクター Q とかのこと言ってんすよ、ドクター Q とかだって狂ったおじいちゃんだもんね、まあ、確かに子供嫌いのね、子供嫌いの狂ったおじいちゃんだもんね、でも孫娘には優しいんだよ、なんか設定、なんなんだよジジイって話ですけどね、そういうおじいちゃんもいますけどね、ですけど、ね、ありがとうございます、じゃあぜもう全オープンということで全部オープンしちゃいましょうか、はい、何でしょうか、何がありました他に、プロフェッサーギル、プロフェッサーギルね、これ狂ったおじいちゃんですよ、狂った、やめてください、狂ったおじいちゃんですか、でも狂ったおじいちゃんですよ、本当に狂ったおじいちゃん、ほら狂ってるでしょ、女子供千人、女子供をねこう何やら拉致してるような、そうそう、やばいやばい、ちょっとやばいおじいちゃんですよね、うん、孫みたいな変な杖で殺そうとしてるみたいな、一番やばいおじいちゃんじゃないですか、ものすごく怖かった、天才科学者、はい、あと何、あとタイガージョー、タイガージョーね、タイガージョーもそのライオン丸のライバルなんですね、そうこれですね、そうタイガージョーこれはね精神性はだからちょっと女の子が人気出そうな、そう可愛い、そうでも固めないでしょ、固めほら固めないのが可愛い、うん、最初にライオン丸に刺されるんで、刺されるでそれがねすごいんですよ、日本刀を刺されるんですけど、うん、
もうこのツバのとこまで刺さるんですよ。うわーやだ痛ー。もう行っちゃってんだよ。そうだよ、もうあのメイキルってこうなのよ。そうこうでしょ。そう起きないとこういう傷がつくとこなら分かるんだけど、もうずっとこれ死んじゃうから。そう、ね、それなのに抜かれて下降りてきて、うん、くそー覚えとけって言って、うもう貫かれてるスコートオープね。もうくそーじゃないんですよ。くそーも言えないですよね。だからそこがちょっと好きなんですよ。あ、なるほど、そこが好きなんですか。かっこいいと思って、うんうん、そんな強いやついないでしょ。いや、いないですね、そんな強いやつ。確かに、ね、面白い。よし、ゼニクレイジー。ゼニクレイジー、はいはい、コンドルマンっていうのに出てきた、はい、まあ、コインのね亡者なんですけど、はい、最近とかちょっと何年か前に、そうだ、なんかエンティティのキャラかなんかでね、光石さんがなんか、岩田さんとやってましたよね。そうだ、来ていただいて。わかった。コインみたいな頭つけど、光石さんがやってましたでしょ。あれがゼニクレイジーって言うんです。あ、ま、でもクレイジーって言っていいのかよくわからない。まあ、まあ、直訳すると金狂いみたいなやつですね。金違うわ、直訳するとゼニって日本語だ。ゼニクレイジー、ゼニの亡者です。はい、うん、あれだ。はい、それです。あとはジェネラルシャドウ。うん、はいはい。これもかっこいいんです。ジェネラルシャドウってちょっとやっぱかっこキモいやつです。そう、かっこキモいやつなんですか。キモかわいいみたいなやつですね。かっこキモい、かわいい、こういうこれです。そう、ちょっと顔気持ち悪いでしょ。あ、うわ、あのあれみたい、ね、そう、なんていうんですかね、これなんていうんですか、風だから血管が出てるみたいな。そう、人体解剖模型みたいな。そうですね。でもすんごいダンディーでかっこいいんですね、この人。ジェントルマン、ジェントルマンなんて。そうで、こいつもだからまあ最終的にはなんかちょっとそのヒーローの、うん、まあ敵ではあるけどちょっと正々堂々と戦いたいみたいなような雰囲気も出して、 で、ね、でまあこのやられて死んでいくわけですけど、この人トランプをモチーフにしていて、うん、そうそうそう、あの戦いの中でよくトランプをねこうバラ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 ってやってトランプピュッて飛ばしてたりとかやるんですけど、最近そのトランプをねようやく手に入れて、あ、本物、あのデザインのデザイン、あの当時のですね。だから当時のトランプ、ね、そうです、そうです。あの普通にただ売ってるトランプなんですけど、そうですよね。そう、あのいろいろオークションとかずっと探してて、何が違うんですか。裏がその市販の使ってんだけど、 そう、その裏の柄がやっぱその当時の昭和50年代の時に売ってたトランプですからね。そうなんです。でも全くジェネラルシャドウが使ってたトランプなんですよ。同じやつ、同じやつ。でたまにあのヤフオクとか見てると出てくるんで、 そう、うんうん、それを見つけてゲットしてようやく手に入れましたよ。うち子供の時にあったトランプはそれでしたけど、はい、あ、そうなんです。うちにあのデルザ軍団 の、 あの乾杯するグラスが本物があるんで、え、あのドクロがついてるやつ。ドクロがついてるやつ。あ、本当ですか。本物があるんですか。本物があるんです、あれとそれで乾杯してください今日。いやいやいや、もう汚くて使えない何年前のそれはそうですね、それはそうですね、そうそうなんですよ。であれとだからトランプと並べて、あ、飾ってる、飾ってる。ああ、なるほど、そう、いいですね、はい、すごい。じゃあ最後ですね、アポロガイスト。アポロガイストね。アポロガイストっていうのも、うん、そのまあ仮面ライダーの中で初めて出てきて、ちょっと割とこうかっこいい敵ですかね。そうですね、見た目と見た目とこの人なんだけど、おこの人ですね、この赤い人です。そう、最近あのあでもそうだ、ディケイドでディケイドでアポロガイスト新しく、はい、復活しました、復活しましたね、はい。あのあれですよ、あの相棒の、あ、そう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 、人間体がね、あの人間体が、そうそうそう、なんだっけ名前忘れ、川原さん、あ、川原さん、川原さん、はい、そうが変身するんだけど、川原さん絶対知ってますよ。あのハンザーとかにも出てますから、はいはい、あのハンザー直樹とかにも出たりしてる、あの有名な俳優さんですよね、はいはい、で、そうそう、あのリメイクとして出てますけど、昔仮面ライダー X っていうのに出てきて、すごいかっこ白いね、上下のスーツ着てかっこいいんですよ、うん、でも言うことが結構ね雑な人なの、割とこうね、なんか厳しい人なの。例えばかっこいいこと言うから、さっき言ったそれこそゼネラルシャドウとかみたいにすごい紳士的かと思うじゃん。最後の最後もうやられて、クソられた最後に握手だけして、君はいい好敵手だったって言うから、分かった、アポロガイストって言ったら、手が抜けて爆弾で、死ねえ、一緒に死ねえみたいな。もう最悪。突然、こんなかっこいいのに、みたいな。で、怪人たちの指導も任されてた、警察なんだよ、ゴッドのある警察の第一首相って言うんだけど、なんかもう怒り方も、
それではダメだとか言うんじゃなくて、バカみたいな、すごいバカみたいな、そんなパワハラで怒るのみたいな、めちゃくちゃな人なの。見た目とはね、あの裏腹に結構卑怯だし、あのとんでもねえやつです。でもまあでも好きなんですけどね、はい、ちょっと嫌いっすねそれはね、はい、あれですね、あのツイッターくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。本当にいろいろ質問、あのまたね、あの来月もいろいろと質問とかしていただければありがたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、次回もぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上、鈴村先生と関先生のコーナーでした。ありがとうございました。鈴村監督のグラサンナイト。はい、というわけで戻ってきましたね。はい、このバーにちょっとお酒でも取ります。おお、ね、あ、取れてないです。あ、知ってます。はい、大丈夫ですけども、はい、前に戻ってきましたけどもね、はい、さらにまたいろんなお話をしていければいいかなと思いますけども、かしこまりました。はい、関さんってあれですか、特撮もの何が人、ヒーローもの、特撮ヒーローって何が一番好きとかあるんですか。なんだろう、なんかやっぱさっき言ってたちょっと50、まあそのヒーローというかその50年代、はい、昭和50年代あたりが好きなんですかね。そのさっき言った蛇腹的でいうとこの蛇腹が好きみたいな言ったじゃないですか。そうですね、まあでもなんでかって言ったら多分見てたからだと思うんですよね。一番あのダイレクトにというか、はい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 、直撃してたのがその頃なんで、なんか三つ子の魂じゃないですけども、うん、その子供の時見てて、そうそう、やっぱそこそれがかっこいいなみたいな、かっこいいなってことだと思うんですよね。だから結局、うん、家でなんか特撮を爆電で見ようってなった時に、はい、ついつけちゃうのは、うん、やっぱストロンガーとか、あー、そうね、ゴレンジャーとか、 あの辺なんですよ。ジャッカーとか見てた世代ですね。見てたところなんですよ。でもなんとなく例えばゴレンジャーとジャッカーっていうと、はいはい、テイストが全く違うじゃないですか。違いますね。あのゴレンジャーってものすごくどっちかって言ったら、まあ、初期は別として、うん、だんだんこう愉快な番組になってくるんですか、はい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 、謎解き番組みたいに、はい、でゴレンジャーハリケーンなんとかみたいに、ね、うん、なってきたりするあれですけど、ジャッカーって、まあ、ジャッカーも初期ですけど、はい、めちゃ暗いじゃないですか。そうですね。なのでなんかそこあとなんかエロさも感じました。なんかジャッカーって、あ、ジャッカーなんですか、ミッチーラブとかですか。いやなんか、うん、その改造されてるんだみたいな部分に、はいはい、なんかエロスを感じてたんですよ。改造にエロスですか。でも仮面ライダーの改造はエロス感じなかったんですか。でもちょっと感じてたかも。あのなんか手術するっていう、羽がいじめにされてる感じですか。うん、羽がいじめにされて上乱になって、はいはいはい、なんかこういじられて、なんかこうやめろみたいな、うん、なってるのが、まあ、パンイチとかなってたりしますもんね。そうなんです。なんかそのね、姿っていうよりも、うん、この何かこう何かを施されるっていうのに、なんか怖さと同時にちょっとなんかエロスを感じてて、でジャッカーって全員改造人間じゃないですか。はい、そうです。でやっぱりなんかその俺は改造されてるんだみたい な、 うん、なんかその後ろめたさみたいなものにとかも含めて、なんかこの人たち秘密を抱えてるんだみたいなのが、子供心にちょっと大人でエッチだなみたいな感じだったんですよ。そう、なんか僕なんかはこの回その V3 の1話だったかな、なんかあのその風見四郎がともかくほら、父と母と妹を殺されちゃうじゃないですか、はいはい、でもう仮面ライダーになりたい、うん、その俺も本郷先輩改造してくれっていうのに対して、はい、いやダメだと、うん、そんなことはできないとね、人間でって人間でない、その苦しみは私たち二人だけで十分だっていうのがすごく刺さったんだよ、はいはい、人間でこの苦しみは私たち二人だけで十分だっていう、あ、なんて素敵なことを言ってるんだろうとか思って、はい、だから誰にでもなれるヒーローではないというか、うん、変な話ちょっと使命の十字架を背負って、はいはいはい、なんでしょうね、その自分がヒーローになりたくてじゃないのに、うん、ショッカーに改造されちゃったから、うん、その力を持ってるからしょうがない、俺がやるしかないじゃないんだけどっていう、はいはい、そこがなんかエロくないですか。なんかそのあエロい、うん、なんかその無理やり改造されちゃうっていうのが、うん、なんかちょっとその SM 感もあるっていうか、なんかそのやめろみたいな、なんかね、でも僕東映の、はい、その改造人間とか改造されるって割とその中でもエロさとか、うん、その切なさってあるけど、うん、薄めに撮ってるなと思ってて、まあそうですね、僕なんかねレッドバロンとかの、はいはい、なんか人間爆弾とか、うん、あの改造されてるあっちの方がなんかゾッとするというか、はい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 、兄さん首なんかずっと、ま、包帯してたらベロッと取れたらなんか人間爆弾みたいな、うん、みたいななんか、はいはい、とかなんかそっちの方がなんとなく僕は
東映は割とそこうまくこう表現という改造人間だけど、まあかっこいいっていうか、はいはい、でなんかそこをうまく表現できてるなって気がして、なんかどうですか、あのダイヤジャックの手からノコギリとか出てるやつ、ね、あの指がビーンって取れてね、まあ、あれもなんか怖くないですか、エロいですか、ちょっとエロいし、だって指がにやんないろんなのが出るんですよ、いろんな指、指から、うん、多分出してない技もあるじゃないですか、見せてない技、指の、ね、指のね、そう、いやいや、小刻みに小刻みにじゃないんですよ、だから小刻みにそれも、それはもう明らかにエロネタに持ってってんじゃないですか、だってあの待ってください、ジャッカーの時いくつですか関さん、ジャッカーの時でも小そうだ小学生とか、ね、いやそうですね3歳とか4、そうですよね、そうですよ、であれなあとあれもだ後年、うん、ね多分小学校1年か2年ぐらいの時に、うん、あのサイボーグ009の、はいはいはい、超銀河英雄伝説映画の方ですね、映画やったじゃないですか、あれのムック本を買ってて、でムック本の中にその島村ジョーが、はいはい、そのフランソワーズに、うんうんうん、となんかラブシーン原作ではこういうのがありますみたいなの原作が載ってたんですよ、うん、なんかエッチシーンみたいな、そうですね、そう原作はね、そうなんです、なんか私はあなたの子供が欲しいみたいな、うんうんうん、そうでもできないサイボーグだからみたいな、うんうんうん、まあ要はその悲哀を描いてるんですけど、はいはい、ちょっとだからそういうのにもドキドキして、それはわかります、まあ、そうで、うん、同じ原作者じゃないですか、はい、で原作者は、ね、それもなんかもう薄々わかってて、ああああで同じサイボーグだしね、サイボーグだし、はい、だからああいうこの人たちもきっとそういう感じなんだみたいな、うん、それ夜の営み的なことですかとかも含めて、うんうんうん、そうなんかわかんないけどやっぱ背徳感みたいな、あそのかだ面と向かって言えないんだみたいな、なんかその秘密みたいな、だから必殺仕事人とかもそうなんですよ、なんかエロいなみたいな、まあ、仕事には分かりますまだそうだけどそうですか、まあ、あでも009のその何でしょう、原作は確かにちょっと、うん、ほら石森先生の原作ちょっとエロい時あるじゃないですか、うん、ね、エロいですエロいです、エロいですよね、うん、なんかそうなんですよ、仮面ライダーの漫画とかでもこう服ビリビリビリみたいになってたじゃないですか、なんかね、そう、あのロボット刑事とかね、そういうあれでも、うん、なんか無駄に服がピラピラ、そう逃げるのね、捕まえようとして、ギラギラみたいなね、そう、ハケみたいな、正義のヒーローの方がねやったりしますもんね、うん、そうなんです、うん、そうそう、だからなんかちょっとそういうのうんの感じてたみたいなことですか、ね、うん、ありますね、でまあまあだからそのゴレンジャーとかジャッカーとかも面白もあるけど、うん、どっかそういう不思議で、しかもなんかジャッカーのおもちゃって、はい、あのカプセルに入るビクトラシリーズのやつが、ああいうのもなんかねやらしかったんですよね、ちょっとおままごとみたいな感じで中に入れてこうね、そうです、中に入れてこうエネルギーチャージみたいな、でなんか改造だぞみたいな感じで、うん、遊び方もちょっと男の子のおもちゃにしちゃそうですね、ね、なんかちまちましてるったじゃないですか、うんうん、そうですね、まあ、バーンってこうなんとかごっこってごっこってやるよりこうなんかカチャッと開けて入れてみたいな、入れてでまたなんか基地にこう立てて、そうですね、眺めるみたいなな、おもちゃの、まあまあまあそうでした、そうでした、そうそうそう、でなんかポーズとかも意外となんか生めかしいんですよ、なんかこう動きがね、動きがそうですね、だなんかいろいろ複合的に相まって、なんかちょっとだすごくエロいと思ってるわけじゃないけどちょっとなんかその大人な感じをくすぐられたというか、そうなんですよ、なんかね、まあ、これ聞いた話で、はい、その当時プロデューサーだった吉川進さんも亡くなっちゃいましたけど、はいはいはい、吉川さんがジャッカーやった時には、うん、吉川さんのお父様だったかな、はい、が亡くなられて、亡くなってそのお父さんに対してすごい心酔してたんですって、うん、でお父様自体はね、で生き返ってほしいって願いたサイボーグみたいなことのアイデアでジャッカー電撃隊の企画を立てたと言ってましたね、なんかそうですよね、あれももともとみんな一回死んじゃうんですもんね、死んじゃってっていう話ですからね、うん、そうそう、だからそういう意味ではなんか、まあ、ちょっと前半暗くて、だから視聴率の低迷というかね、うん、あのあれね、今知ってきますけど途中から宮下さん出てね、はいはいはい、話が全くガラッと変わってしまいますけど、うん、そうそう、なんかあれでもなんかガッチリね掴まれてたんですよ、僕はジャッカーでも、あーそうなんです、初期の頃だから大人っぽいですね、作り方も、そうそう、東京ボスとかね、はい、横浜ボスとかいろいろ出てきて、なんか、うん、もう犯罪シンジケートって感じでしたもんね、クライムがね、そうなんですよね、そうだ、ザ・ボーガーとかも好きですよ、そういうシンジケート系の、でもザ・ボーガーちょっとほらふざけてんじゃないですか、なんか雰囲気が、あの敵が、まあ、あのまあふざけてるように見えちゃうっていうね、そうそう、だからまあ多分クソ真面目に作ってるんですけど、悪の宮博士はいいんだけど、はいはい、もう
周り固める幹部たちバカみたいなばっかりじゃないですか。まあまあね、なんか変なガシャポンはめにはめたみたいな、たようなのとかやつとか、まあ、あとほらいろいろさ、例えばなんとか将軍とかなんか分かるけど、うん、ハリケーン大陸とか、大陸っていうもう称号が、ま、名前がハリケーン大陸って、いやそれどこの大陸なんだよみたいな。確かになんかただの金髪のおばさんなのよ、なんだけど、そうハリケーン大陸言われても、うん、誰なのってアパッチドリルって言ったらドリルもチープなドリルがついてて、そう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 、なんかもう芯がずれちゃってくる、ウィミミミってなる先端がこう回んないんだ、こう回んなくてもう風がもうグリングリンしてる、壊れてるやつ、そう支柱がもうずれちゃってて、これ敵倒せねえよこれじゃあみたいな。でもあれはだからほら回ってるドリルがもうグリングリン来るから、うん、相当広範囲にこう広範囲、いやだってもう一点集中じゃないと、この回転だって、いやいやこうあれ危ないですよ当たったら、危ないね、ドリルこうやって振り回してるみたいな、いやいやまあまあまあね、こう持ちつつやってるみたいなね、こういうのもでもキャラがそういう人じゃないのよ、そのアパッチの割と紳士系のこうそうそうすごいちゃんとしたこう忠実な部下みたいな感じどうもみたいな感じの人だけどウィーンみたいな、ちょっと待って待って、それちょっとちゃんと待ってほしいですよね、そう、ちゃんと待ってほしいよね、そうで、あんだけの組織で怖いって幹部もあんだけ揃ってんのに、うん、裏切り者がいたりするんじゃないですか。あ、そうですね、確かに、うん、でもういきなりあんだけか、あの要するに、要するにそういう首脳会議みたいなのやってるわけ、敵の中で、なのに突然バレたとかつってビーって言うね、くらえみたいなやってんだけど、いやいやバカめってバリアが張ってあるみたいな、もうそれ茶番にしか見えないの、もう何をやってんのみたいな、もう本当にねちょっと可愛くなっちゃう、怖いというより可愛くなっちゃう、そうそう結果ね、うん、結果多分作っていては真面目にやってるんですよ、きっとやってんですね、そうそうそうなっちゃったんですよね、そうなんかツッコミどころ満載みたいな。僕はでもそれよりも、はい、あれを知りたいんですよ今日。何ですか？そのザビタン、アクマイザー3っていうそのまあ50年代のやつですけど、はい、アクマイザー3のザビタンの目はどう止まってるんですか、あれどう止まってる、はい、ザビタンのこの赤い部分、ここ、うん、はい、あれどう止まってるんですか、あれ止まってるってどうですか、着ぐるみ、要するに、え、あれだって面がいくつかあるんじゃないですか、いや、あ、面がいくつかあるんですか、あれ面変えてるんですか、要するにここの黒いのが上がってるのと、はいはい、頭が割れてるのと、うん、目がただの赤いのと、そう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 、そうなんですよね、あれだからザビタンは確か面がいくつかあったはずですけど、イビルとか面外れますよね、確か、そうですよね、イビルは確か目が外れる、ザビタンはじゃああれ、このこうなってる怒ってるモードのやつはもう別なんですか、別なはずですけど、確かでもなんかザビタンの目って浮いてるんですよここ、あ、じゃあ外せんのかな、そうで、だからどうなってんだろう、どうついてんだ、中にまあ、耳はなんかこう折り返しになってて、中でマジ手で止まってんの見たんですよ、ああ、耳、いや耳のとこですね、耳のとこ、はい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 、面とこどうなってんだろうと思って、あれ目確かだからつるんとした顔で、うん、でなんかこうスリットみたいなのがあって、はいはいはい、パコってはめて中からこうは張り張ってんのかなと思って、あれどこでしたっけ、エキスプロでしたっけ、あれエキスプロですね、エキスプロでしたっけ、そうなんですよ、だあの何でしたっけ、このビビューン、ビビューン、はいはいはい、ビビューンもここにこうスリットがあって、うん、透明なやつをこう中で折り返してこう止めてあるんですけど、うんうん、はいはいはい、そうですね、同じような容量なのかな、アップアクションでも全然作り違いますけどね、そうですね、そうですね、だからどうなってそうなんですよ、まあ、これね、これ外せんのかな、そうこれねあんま見えないですけどやっぱここで浮いてるんですよ、うん、あ確かにここちょっと浮いてますね、そうでしょ、うん、これを知りたいんですよ、でもこう僕も知らないですいやいやあのナビちゃんね、アクマイさんやってたなら分かりますけどそうなんです、この時やっててじゃないんですよ、やってないんですけどね、誰かなんか知ってる人に、あじゃあちょっと聞いてみます、聞いてください、はい、聞いてみます、じゃあ次関さん来るまでちょっと調べて、当時のザビタン模様、ザビタン、うん、あとイビルの目もどう止まってるのか知りたいです、あイビルの目分かりました、じゃあイビルも合わせて聞いておきます、イビルの目って、うん、こうついてるじゃないですか、うん、でここの上のとこに赤い細いなんかこういう支柱みたいなのがあるんですよ、なんかなるほど、でもめっちゃ細いんですよ、糸みたいな、はい、はい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 、あれは何だろうみたいな、じゃあそれも合わせて聞いてください、聞いてください、調べておきます、そう、はい、あともう一個聞いていいですか、あの時のゴレンジャーと、はい、ゴレンジャーとか、まあ、ザビタンとかもそうなんですけど、はい、ここがこういう、はい、こうボタンになってるんですけど、うんうんうん、まあなんかあのこう多分想像だと、はい、
こうなんか針金みたいなやつが後ろからこう来てて、グイッとね、で前に穴が開いてて、でこうパツンってなってて、で押してこう開ける方式なんだろうなと思うんですけど、それが本当にそうなのかを聞いといてください。そのゴレンジャーの、ま、面とかですね、面とか、ザビタンの、ザビタンの面の開け方、どういう風に止めてたかってことですね。止めてたか、わかりました。そうなんですよ、あれが意外とわかんないんですよ、ね、じゃあちょっとそこは調べておきますけど、あの造形屋の息子とかじゃないけど、まあでも調べておきますね、はいはい、それと関さんあれですよ、もう今ちょうどキャラクターの話が出たからあれですけども、関智一プロデュースで、ぜひですね、この、まあ、一度出た話ですが、グラサンナイトで、5分番組50話みたいな、はい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 、みたいな企画をぜひともやってきて、まあ、さっきちょっと出た話で1分番組100話もありですよ、全然ね、いいですね、1分番組100話、100話っていうのもぜひねやっていこうと思うんですよ、はい、なのでそれにはまさかのね、はい、もしかすると今年20周年の、はい、なんと関智一が変身する、はいはいはい、コスモ X が出るかもみたいなね、おいいですね、復活させましょう的なことも含めて、はい、コスモ X の目は どう止まってるんですか。コスモ X の目はね、ズボンがぶりですもん。あ、ピンとかなくて、ピンとかないですもん、ズボンです、そういうアクションして取れないですか。あのこうなる、あー、ゴムゴムで、あー、じゃあ昭和の1号とかみたいな、そうですそうです、なるほどな、なるほど、でアクションアップ用があってとかですね、はいはい、ぜひだからグラサンナイト限定でですね、その、はい、コスモ X も出る、はいはい、関智一プロデュース、はい、全100話企画を進めていきたいと思いますので、はい、おいいですね、ぜひやりましょうよ、例の箇所でやろうかなと思います。だから着ぐるみが結構古くなってきてて、うん、まあそれ新しいのでも、あ、なんか古いのでもいいんですけど、なんかあの番組でなんかクラウドファンディングとかしてやりましょう、あのコスモ X をもう一回作る。そうで、レインボーさんにあのにと話はしてて、そうなんですよ、だからなんか多少こう助けてもらえたらクラウドでね、じゃあその全100話企画でやりましょう。そうで、新しい新生コスモ X を出すっていうのもあり、ね、いいじゃないですか。じゃあちょっとそこクラウドやってみましょうか、せっかくですから ね YouTube になって、うん、あれですか、はいはい、そう、もう何度も言いますよ、関智一プロデュースと何度も言いますよ、あの俺が言い出したじゃなくて関智一プロデュースって言ったらそこが聞きますから、あ、そうか、それでコスモ X をクラウドで復活させる、ね、いいですよね、いいと思います、うん、ぜひそれはなんか小松さんの原型でね、あ、そうですよ ね、 そうですね、ぜひやってもらいたいですね、はい、僕もソフビア持ってます、関さんからもらって、ありがとうございます、レトロソフビー、レトロソフビーもらってますけど、はい、はい、なのでその企画もね、はい、ちょっと進めていきたいと思っておりますので、ぜひ台本だ誰かがでも書いてくれないと、100話ね、1分100話、はい、あのざっくりとしたのは書きますよ、僕もざっくりとしたのはですよ、 あの、はいはい、あとはほら、あの僕やってください出た、矢崎さん車っぽくやってください、ね、ね、あのやばい、言います、バイクっぽくお願いします、みたいなことやったりね、はい、ちょっとでも本当それの企画はせっかくこう YouTube になって多くの人に見てもらえる状況になったので、いいですよ、ね、だからコスモ X ほらラクトが出てたから、あ、土地やらか、はいはい、そう、あの引退しちゃったけど、うんうんうん、まあちょっと頼んで、いいんじゃないですか、久しぶりにね、そうですよ、共演してもらって、そうそうそう、それもいいじゃないですか、うんうん、土地原君、そうそう、僕も響きでご一緒してますんで、ね、はい、はい、ぜひやりたいですね、はい、もうね、もう引退したけど無駄にバキバキですもんね、そうそうそう、ね、そう、体は未だに鍛えてる、ね、鍛えてる、ね、鍛えてますって響さんの答えね、いつまでも答えて、ずっとね鍛えてね、はい、響さんは鍛えてないかもしれないですけどね、まあ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 、そうだ、危ない、 YouTube なんでこれね、あんまり受けたことないとあれですけど、残っちゃいますからね、はいはいはい、お、チャットがたくさん来てる、チャットがたくさん来てます、うん、あ、本当だ、本当だじゃないのよ、あの、ね、あ、でもさっきから結構こう、うん、読んでます、読んではいるんですけど、うん、読んでます、結構なんか怖いとか結構愛の手っぽいのが多いんですよね、あ、あ、怖いって何が怖いのかな、今の世の中じゃないですか、今の世の中違いますよジャッカーの指が伸びてあの指が伸びてドリルになってじゃないんですよ、だからドリルの芯がずれててとかの話じゃないですか、はいはいはい、あのね、多分あの怪人ら辺の話ですね、悪役ら辺の話で、結構すごくチャットもいっぱい来てくれてね、そうですね、ありがとうございます、そこじゃあ関さん的にはやっぱり、うん、昭和50年代のあのストロンガーとかゴレンジャーとかジャッカーのあのあたりがこう見やすいっていうか、まあなんだかんだやっぱ子供の時の感じで見れちゃう、実家みたいな、うんうんうん、なんか安心感があるんですよね、うん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 、はいはいはい、まああのちょっと後ぐらいですもんね、アクマイザーとかもね、そうなんですよ、ですよね、あのアクマイザーとか兄弟とか、はい、そうですよね、
なんかやっぱなんだろう、まあマシンマン、うん、マシンマンバイクロッサーとかあのあたりぐらいまでが一番まあその、うんうんうん、本気でこ盛り上がれるというか、はい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 、はいはい、なんかちょっとやっぱりそのマシンマンバイクロスさんも宇宙刑事のスタイリッシュとはまた違った、うん、はい、まあいい意味でですよ、うん、ちょっと泥臭い感じのヒーローものじゃないですか、はいはい、なんかそこがまあ面白いというか、そうですね、やっぱり兄弟剣バイクロスさんってやっぱりちょっと今聞くと兄弟でヒーローってね、うん、なんとなくダサみたいなとこあるじゃないですか、はいはい、ダサっていうかね、あのなんかちょっと、うん、やっぱり一昔前っていうのがあったりしますけど、うん、なんかそこもいいですよね、古くてね、そういいんですよね、なんか敵もね、デスターもね、うんうん、だって本当に無駄じゃないですか、まあ、子供いじめて、ね、ゴーラの像が口から宝石出すけど、あの事件解決すると宝石なくなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、何なのって、ね、結局その宝石なくなっちゃうんだから確かにまだね、あのマシンマンの、うん、あのプロフェッサー K の方があの人ほら子供アレルギーだから、はいはい、鼻が赤くなったりとか、ね、鼻が赤くなったからその子供泣くとアレルギーが治るっていう、うん、それまではいいんですよ。そうですよ。だからあれでしょ、本当だからその、うん、出てきた宝石を消える前に売りさばく段取りがやっぱあったんじゃないですか。じいさんだから遅いもの。そうか。さあ、だからドクター級なんかじいさんただの。確かに。うん、であんまり頭良さそうじゃないし、ドクター級だから。まあそうですね。まあ、なんかあんまり頭良さで。急ですからね。ま、そう。でまあ、ほら孫娘もバカっぽかった、ね。確かにそうですね。あのシルビアって一番あいつがね、うん、割とこうなんとなく。何 あそこの、ね、なんだっけデスターの、はいはい、ちょっと知恵袋的な割りし、そうですね、まあ、だからなんならでもトンチンカンとかの方が頭良さそうですもんね。あ、そう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 、うん、トンチンカンの方がまだそのなんでしょう、まだん、ま、なんだっけレディあトンチンカンはマシンマンの、そうマシンマン でなんだっけレディレディ M レディ M だ、はい、レディ M の方のまあ、レディームが賢かったから、うん、同じあれも孫かなんかでしたっけね、確かあれもそうですね、そうですね、メイカーなんかメイカーなんかあれは賢かったんですよ、まあ、そうですね、ほんでほらあの副官というか鉄人モンスも割とよく働いてたんで、うん、はいはい、よく働いてたっていうか、だからなんか鉄人モンスなんか復活した後飯塚さんに声になりましたよね。あ、そう、変わっちゃった、西尾さんから変わっちゃった、あのゴールデンモンスになったら、ね、突然変わっちゃった、そうなんですかね、わかんないです、なんだろう、やっぱ武蔵はやっぱ一回死ぬ、武蔵は死ぬじゃないんですよ、ゲッターですからね、あのゲッターの話みんな分かんない、今特撮ので聞いてんのに突然武蔵、ね、武蔵死ぬってゲッターじゃないかみたいな、ね、なりますからね、西尾さんなんか ね、 西尾さんね、序盤で死にがち序盤で死にがち、いやいや確かに確かに、うん、そうですよね、でも確かに、お、なんかありますか、バイクロッサーの少し後ですが、はい、仮面ライダーブラックはいかがですか、うん、いいですよ、ブラック、ブラックいいじゃないですか、ブラックもまあ好きですけどね、うん、だからそのさっき言ったそのシャドウムーンって悪のライダーとしては初めてですもんね、確かに仮面ライダーシリーズ、そのアポロガイドってのはさっき言ったようにバカーとかいうあんなスタイルで、あの、うん、すごい悪いこと言う、俺と一緒にしねえとか手だけ抜けたとか、最後に握手をとかって言っときながら、最後に握手をいや俺もって向こうも言ってんだよ、向こうもなんかアポロガイス俺も君を公的したと思ってたみたいなことで、ね、全然スポーン抜けて死ねいや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 すっごい一番悪いですよね、今俺じゃないよ、あれアポロガイスねだってね、うん、信用だけさせといて、ね、うん、結局ボーンやるんですよ、ね、そのシャドウマンっていうのは割と、でもシャドウマン別に硬派かっていうとちょっと微妙なんですけど ね、 ね、あの人もちょっとね、うん、でもまあ出てくる作品によっても違う、ちょっと違ったりするし、あ、そう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 、あのもう後年に出てくるシャドウムーンとか結構ゲス野郎の時ありますよね、まあ、ありますね、うん、突然なんかもうこういうスーパーヒーロー対戦とかで突然ブラックと戦った瞬間に信彦とか言われて もうそいつ本当に信彦なんだそのシャドウムーンもそいつ多分違うんじゃないかな、いろいろあって確かに確かに思ったりしますけど、ブラックよく見てから信彦って言えよみたいな、ね、思いますけどね、うん、言ってる時ありましたね、そうありました、信彦、うん、うん、違う気がするっていうねそうブラックもだからまあやっぱりカメラでゼロ号として作られましたもんね、はい、最初ね、はい、だから原点に戻るってことで、うん、今まで10号ライダーまでいたんですよ、でそこからまあ言ったら本当なら11号目じゃないですか、うん、なんだけどあのゼロ号っていうかその原点に戻るみたいなことで、うん、で作った作品なんで、なんか力も入ってましたね、作品作り、うん、で造形とかの CG 合成も含めて、うん、クオリティが上がってた、当時と比べて上がってるじゃないですか、それでもう一度仮面ライダーをきちっと作ってみようみたいなところもあったんですよね、うん、はい、じゃあゼロ
次が11号なんですか。違います。1号、じゃあゼロの気持ちで作った。あ、ゼロの気持ちで、まあ、結果次のパワーアップした RX っていうのにはその10人出てきちゃうんだ最後の方。あ、そう、まあ、ゼロでもなんでもないんですけど、なくなっちゃう、なくなっちゃうんですけど、ちょっと不思議な感じになっちゃう。不思議な、ちょっともういても何もしてくれない10人みたいな、あの最終決戦とかも頑張れとか言っていかねんかいみたいな、そういうようなちょっとこんだけいたら安心だと思ったらいかねえ戦いにっていうような。バイオライダーがチートすぎてちょっと、あ、そう、ね、うん、まあ、ひねくれちゃったんだよね、きっとね。そう、あの要するにホームチェンジができるのね、うん、変わるんだけど、そのバイオライダーってのはもう無敵なのよ。だって水になれんだもん、液体になると切れないじゃん、やられないじゃん。そう、本当だ、無敵。どこに閉じ込められても水になって出ちゃうんだから。そう、で敵の体内に入って中から破壊するし、破壊するとか、もう化け物だよ言ったら。ライダーじゃない、液体になれんだもん。そう、どんな化け物だよ。ロデムみたいな。そう、ロデム、ね、ロデム分かんないですよ。バビル2世、バビル2世古すぎんですよ。だからちょいちょいアニメになった上に古い。分かりづらいですよね。あの、だから全部みゆちゃんなんかしたアニメでもね、さっき言ったカードキャプターさくらとかなら分かるけど、うん、突然バビル2世とかゲッターロボとか言われてもはぁってね、なりますからね。そうだ、そう、桜、カードキャプターさくらに例えないとダメだ。そうですね、まあ、セーラームーンとかならね、うん、好きだけどね。そうですね、でもなんか、ね、ツイッターでも結構いろいろコメントがいっぱい来て、はい、うん、来コメントっていうか、うん、愛の手がいろいろ、愛の手ってなんだ、ありがとうございます。そう、はい、1分番組100は楽しそうで、楽しそうですね、うん、みたいな、うんうんうん、いやいや、だから金よこせって言ってるの、あのクラウドファンディングって、ね、いや、もう言い方言い方、クラウドでなんかコスモ X を復活させると楽しそうだなという話ですね、うん、うん、あとは今回見始めたけど、うん、濃い特撮トークが聞けてとても楽しいです。あ、よかったよかったよかった。関さんと一緒に、関さんに出てもらうとそれはもう濃い特撮トークになるんですよ、ね、まあ、ちょいちょいフルアニメも出てきますから、うん、そうですね、フルアニメも出てきますけどね。そうそうそう、うん、そう、だから楽しいですよ。僕も楽しいですか、単純に。そう、なんかポカンな時あるけど、ジャバラじゃないね。ジャバラに惹かれる人初めて見たなと思って。そうね。そうね。男の人はでもほら結構車好きとかバイク好きが、あ、そうか、そう、あのパイプのね、あの感じとか、そうそう。ああ、いますよね。そう、だから俺もその鋼鉄三宝って言ってた、そう、この。このパイプ結構好きです。動力パイプ。動力パイプ。何をどこで送ってんのか、ぶち切られたら死んじゃうんじゃねえのかっていうね。表にこのパイプついてない方がいいんじゃないかって思うけど、デザイン性として、ね。多分洗濯機の排水を流すためのね。あ、そうそう、それをそのまま言わないでください。それを汚したじゃないんですよ。うまく鉄っぽく汚したじゃないんですよ。そうそうそうですね。そういうやつも。なるほど、うん、まあ。男の子が好きそうな感じのデザインが多いってことですよね。そう、まあまあそうですね。やっぱ響く。うん、感じですかね、その、うん、流行りのデザインというか、うん、でしたよね。だから、うん、割とだからそのデスターロボも、あ、デスパーの、うん、あのロボットたちも、なんていうんですか、あの銀色強めですもんね、いろんな色、そうそう、カラフルじゃないですよね。ないです、ないです、基本銀ですね。銀だから下手すれば興味ない人が見ると同じじゃないって思っちゃう、色が同じだから。確かに、ね、だけど、まあ、もちろん僕らは見れば分かりますけど、うん、興味がない人が見るとね、だから結構そうそう、ウデスパーもそうだけど、いろいろね、そのサデスパーもさっき言ったね、うん、うん、いいんですよ、いろんななんとかデスパーっていうのがいっぱいいるんです。ミサイルデスパーとか、もうこんがらがりそうですね。磁石デスパー、ハンマーデスパーとかね、いろいろいるんですよ ね, ね, ね、そうです。デスパー好きなんですか。でデスパー軍団、デスパー軍団って組織軍団か。そう、あのなんかね、超能力者と悪い超能力者みたいなことで、エスパーとデスを、あ、うん、デスパーなんです。そういうことなんですよね。そういうの面白いですよね。合わせ、ちょっとダジャレ的なね。割と東映ダジャレ多いですか、ね、多いですよ、多いですかね。今なんか戦隊ものとかも結構そうじゃないですか。今の全怪者のもダジャレ、ダジャレしかないですよ。確かに全怪者のもそうです。大体ダジャレが多いです。だから、うん、そう、ゴーンじゃなくても、割と大臣っていうね、だからあの大臣で構成されてるんだけど、なんか機関防長官とかなんかね、そういうなんかそういうなんかね、掃除大臣とか、あのなんかね、ダジャレみたいな、そうそう、そういうのでね、割と言ったりやったりはしてますよね。戦隊はそういうの多いですね。はいはい、ダジャレがね、ダジャレがね。さて、あの、はいはい、お二人、はい、今後の
活躍など多々控えてると思うんですが、うん、関さんなんかあまたそうですよね、たくさんあると思うんで、ぜひぜひ言えるやつでお願いします。言えない言えるものは特に今はないですけれど、ドラえもんみたいなぐらいですか。そうですね、ドラえもん、妖怪ウォッチ、大の大冒険、あ、そう、大の大冒険もやってますよね、はい、テレ東の方。まあそうですね、なんかアニメはそういうやつを見ていただきたいですね、うん、はい、ヘロキューとしては次はまだ決まってない感じですか。11月頃にやる予定ではありますけど、はい、なるほど。まあ今のこのアーカイブがもう少し売れないとちょっと公演もできないか、どうか厳しいな。皆さんアーカイブの方ですね、この間やった5月にやったタイトルは何でしたっけ。あっぱれなんとか大家族。ちょっと何俺が言うならまだしも、関さんがなんとかはダメなの。なんだっけ、座長、題名はちょっと忘れちゃったんですけど、あっぱれなんとかって、あっぱれ大家族、大家族はしょってますね、だいぶね、そんな短くなかったと思います。そうですね、あっぱれぜひご覧ください、うん、ぜひぜひそっちを見ていただけると、はい、アーカイブとかでもね見て買ってみていただけると、はい、全12話ですか。12話、12話で1話ずつでも見れますから。ああなるほどなるほど、はい、いろんな人気声優さんが出てますからね。それ1話見て面白ければ2話見て、2話見て面白ければ3話みたいなことですね、はい、見ていっていただけても。でもお得な、なんかバリューセット的な、あっぱれ下町大家族ですね。下町ぐらい覚えてくださいね。そうだった、あっぱれ下町大家族ですね、はい、でもうなんかバリューセット的なのもあるんですよね。ありますよ、1話と最終話安いよとか、安いよとかね、はい、で1話以外を買えるよとか、あなるほど、はい、あ前半6本買えるよとか、うん、何パターンがあるんで、うん、なるほど。でもそれって1話から見てないとあんまりこう、あもう全然なんか大きくつながってる部分もあるけど、まあ、基本的には単話なんですよ、なんか1話完結というか。そうそう、だから1話だけでも楽しめ、その単発でも楽しめるし、楽しめるし、全部通しても楽しい、より楽しい、より楽しいって感じですかね、はい、僕だからあれ、まあ、もちろんこんなご時世ですから、はい、あれですけども、まあ、うちの番組でも宣伝してもらいましたけど、あのもう楽しみにしてるんですけど、いつやるのかなと。そのマジンガー Z、マジンガー Z がだからなかなか今、なかなか今こんなご時世だから、そうこれがね収束したらもう絶対僕それだけは見に行きたいんですよ。今それだけはつっちゃう。それは絶対だから今もうマジンガー Z の頭だから研究所の中でも眠りっぱなしですよ、眠ってるんですよね、はい、そうだからそれは絶対もうね、それはもう絶対見、プロトゲッターみたいな状態、プロトゲッター白い状態で、わかんないんですよ。あの全然、はい、プロトゲッター白い状態わかんないね。でもググれば出てくる白いゲッターで、ゲッターロボ知らないからまずね。じゃあ白いゲッター、そう、赤いゲッター、赤いゲッターなんですけど、白いゲッターわかんないです、ね。そう、そっから調べてください。なので、そうですね。だからそれも楽しみなんですけど、なかなか今こんなご時世ですからね。そうなんですよ。なんかそうですか。じゃあヘロキューも一応11月に予定はしてるけど、予定はしてるんで、皆さんが今やっぱり下町大家族を、うん、見ていただいてですね、もう俺だってさっと覚えましたよ、もうやっぱり下町大家族、ね、そう、やっぱりなんとか大家族じゃないんです、ね、そう、もう僕もう心が次いっちゃってる、次いっちゃってね、次いっちゃってる、それ大事です、それ大事です、いつまでも古い作品ね、古い作品って、はい、あの終わったものにね、終わったことですよ、前に進んでいくってことが大事ですからね、大丈夫ですか宣伝その頃。うーん、大丈夫だ。あとまあツイッター見ていただけると、そうですね、関さんの、はい、関智和というツイッターの方をね、そうなんです。あとなんかなんだっけな、どっかのそのなんていうんですか、はい、ネットで見る的なやつの、うん、はい、で見れるやつなんですけど、はい、ロングの愉快なレストランっていうアニメもやってます。ロングの愉快、ちょっと待って、説明がどっかのネットで見れるやつ。そんな宣伝聞いたことないね。なんかあるじゃないですか、なんかその外国のネットフリックスのやつで、そう、ネットフリックスとかそういうアマプラみたいな感じ、外資系ですよね、外資系のそのやつですよ、うんうん、だからネットフリックスですかね、外資系とかだとね、かな、なんかで、なんか契約金払うと見れるみたいな。いやいや、契約金払うと見れるんです。そりゃそうですよ。だから何ですかその契約金払うと。ちょっと細かくはちょっと僕が見れないんですよ。それなんていうか、うちのテレビで。なんでですか。なんかね、すごいいろいろ検索して手続き踏んでるんですけど、うん、どうしてもなんか映んなくて。そうなんですよ。なんかちょっとよくわかんない。それすごい。あ、カートゥーンです。カートゥーン。カートゥーン。カートゥーン。それでもすごい。すげえ、うちでどんなに契約しても見れないんですよ。それ宣伝としてやばくないですか。いろいろやっても見れないんですけど、うちで契約してんですけどって、いろいろやってんですけど見れないんですよみたいな。それをして。YouTube で宣伝するってなかなかですけど、ね、いやいや、そう、皆さんは多分できると思うんですけど、はいはいはい、僕がなんかうまくできない、まあ、僕んちではってことですよね。そうなんです、うまくいかないということで、そういうのもやってます。皆さんちでは多分見れると思いますので、はい、ぜひ見ていただけるとありがたいと思います。はい、はいはい、宣伝大丈夫ですか、はい、以上です。あ、そうですか、はい、私の方からその一つ、その私の盟友のその高野八生という、はい、ウルトラライダー
を経験している役者ですけども、うん、それがヒーローという映画を作ってるんですけれども、はいはい、まあ、関さんにもヒーローの2にヒーローザセカンドという作品でいろんな声をやっていただきましたけども、はい、なんとヒーロー最後のヒーローですね、うん、ヒーローザファイナルという最終作が、はい、いよいよ制作に取り掛かってるわけなんですが、今回ウルトロマンというヒーローです。あんまりくっつけて言うとね、ウルトロマンになっちゃうんだね。ウルトロマンというのが出てくるんですけども、はい、なんとデザインは丸山宏さんに変身、ウルトラの丸山宏さんにやっていただき、デザイン今してもらっておりまして、はい、きっとああいう風なのは描かないでくれるだろうと信じてますけども、パクリになっちゃうんでね、そうですね、みたいなことを願ってはいますが、まあ、どうなるんだろう、楽しみ。そうなんですね。それのですね、クラウドファンディングがいよいよ明日から、行いますので、うん、まあ、私のツイッターでももちろん宣伝しますけども、高野八生だったり、はい、あのヒーローのツイッ公式ツイッターがありますので、はい、そちら見ていただけたりするとですね、明日からクラウド、約1ヶ月程度ですけども、はい、やりますので、皆さんのお力をお借りしてなんとか最後ヒーローシリーズに、錦を飾れればと思っておりますので、ね、いいですね、ぜひぜひ、そちらの方よろしくお願いいたします、はい、そして私、がやってるその今ドゲンジャーズというのを、はいはい、僕がシーズン2の方なんですけども、うん、やっておりまして、次のも海外、この間5話僕監督やったんですけども、はい、この9話の方のですね、監督をしてまして、それが6月の第1週ですね、はい、第1週の日曜日、何日だっけな6月の6日ですかね6日に、私の監督の回のオンエアがございます。で、関さんもね、ナレーションとかやっていただいて、はい、そうですね、そうなんですよね、いろいろやっていただいたりしておりますので、はい、ぜひ合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。はいはい、はい、そして ED って読まないでください変な感じになっちゃう。ボッキー風船って言わないでください、ね、変な感じって言ってるのそこちゃんと言わないでください。そしてあれですね、はい、鈴村監督が脚本演出された、はい、悪魔の企画書という、はい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 、ショートムービー、うん、まだまだ全然、配信中ですね。配信中ですね。各社で配信して本当にね、はい、10社以上で配信してますからね。あるので、矢尾さんも出てる、矢尾ちゃんも出てます、はい、で、美羽ちゃんも出てます、はい、なのでね、そうなんですね。そちらも合わせてその悪魔の企画書、本当に、コロナ禍で、去年のコロナ禍でこれ我々のエンタメ世界どうしていくのかなって中で書いた台本なので、うん、ぜひね、見て元気になっていただけるといいなという本で、はい、本を書いたんで、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思っております、はい、そちらもお願いいたします。お願いします。はい、さあそろそろお時間のようですが、おい、お関さん、視聴者の皆様に一言お願いします、うん、はい、うん、まあ、今日から新しくね YouTube で始まったわけですから、うん、これが末永く続きますように、皆さん応援を、そうですね、よろしくお願いします。これ月1ですか。月1です、ね、月に1回ということで、はい、もう決まってはないですね。いつっていうのはまだね、次が決まってないんですけども、なるほど、はい、ですって、はい、そうなんです。ただまた関さんにはもちろんすぐ来ていただいて、関さんもね、はい、だってそれはそうです、 YouTube になったんですから、いよいよ YouTuber なんですから、うん、まあそうですよね。そうです、まあ、来ない言われがないですよ、もうないですもんね、はい、むしろ YouTuber でなんかちょっと近所だし、近所になったし、ちょっと近くなりましたからね、はい、そういう意味では来やすくもなりましたしね、来やすくなったから、なんでぜひぜひ、ぜひ本当に今後ともね、見ていただく、この YouTube、 この番組にね、見ていただけるとね、そうですね、嬉しい。なんかね、関さんともその100話計画もね、そうそうそう、着々と、それに関してのクラウドはまた改めてあれしますけども、はい、ぜひその企画をね、進めていきたいので、関智和プロデュースということでお願いします、何でも今めちゃめちゃ言いますね、言いますよ、めっちゃ言いますよ、はい、なんかそちらもね、っていう感じですかね、はい、はい、というわけで、はい、お別れのお時間が来てしまったようなのですが、誰かに操られてる、違いますよ、ね、本当に、ね、皆さんお楽しみいただけたでしょうか、だからね、ライブ会場とかだったらイエーイとかいいんでしょうけど、シーンですよね、チャットがブルルッと、ね、きっと言ってくださってる、はい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 、改めて、うん、グラサンナイトはワルキューレ様の YouTube チャンネルよりお送りしております、うん、はい、チャンネル登録、公式 Twitter の方をフォローをお願いいたします。そうですね、皆様のお力が頼りです、うん、そうです、本当にね、はい、チャンネル登録はぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。そうね、毎回毎回僕らのこの番組だけじゃなくてね、ワルキューレさん、うん、面白い番組いろいろやってますんでね、はい、それも、
見ることができますのでね、あの、うん、もちろん無料でね見ることができますので、ぜひそっちも合わせていただければ、ね、ご覧いただければと思っております。お願いします。そして SNS の拡散やお友達にもぜひぜひお知らせしてください。お願いします。お願いします。いっぱい面白いことこの先もやっていくつもりですんでね、はい、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。します。はい、というわけでですね、まあまあいろいろとあっという間ですね。でもあっという間でした ね、 やっぱ関さんもっともっと特撮談義したいですからね。はい、もう全然できます。今度もっとレアな特撮談義はなんかツイキャスとかにしますかね。ツイキャス、違う、なんかレアな話はなんかほらこれ赤い残るし、あんまりこうはっちゃけていろいろ言っちゃうと、ね、ちょっともっとディープな話は、あ、なるほど、そう、ね、有料のやつ、有料のツイキャスかなんかで、ね、関さんやりましょうかね、それは、ね、それはまあ改めて、はいはい、やりますけどね、ね、改めてやるとして、でも本当に、ね、この YouTube 今日 YouTube という意味では第1回目だったので、はいはい、皆さんに楽しんでいただけたかどうかね、ちょっと心配ではあるんですけれども、うん、まあ、無料で関智一が見れるというだけでもね、まあ、確かにそう、そうですよ、普通金取りますからね。いやいや、そうですよ、ね、本当にそ う、 いう、ね、そういう商売なんだから。そうですね、赤裸々に、関さんもいろんなことをね話してくれるというところが非常にこうね皆さんにその感じが届くといいなと、あの、はい、他の番組では見れない関智一が見れるんだ。確かに、だからドラマの裏話とかしてないですから、まだあんまり。そうですよね、そうですね、はい、そういう意味ではいろいろ話せましたもんね、うん、今日話していただけましたもんね、うん、はい、そうレアですね、なかなかレアですから、そういった、うん、まあ、そういう他の他では見られないような、はい、番組にしていきたいと思うので、そういうゲストを分かりました、解体していってですね、うん、と思いますので、アーカイブがあるんです。そうなんですね、アーカイブが残るので、うん、そちらもね、はい、ぜひ見ていただ、そうだから今日頭の方見れてないよとかいう人とかですね、うん、友達とかで、見れなかった、8時見れなかったようなって人は、うん、アーカイブの方も残りますの で、 いいです、ね、アーカイブの方で見ていただけるとありがたいなと思いますので、はい、いつでもじゃあ自分のタイミングで見れる。そうです、そうです、そうです、それいいことですよ ね、 ね、いいことですよ、はい、なので今度ぜひね関さんの、はい、関さんなんかやってますよね、 YouTube のそのどういうこと番組、番組？関さんの番組。あ、僕の？そうです。もうでも全然更新してないです。ちょっと。え、どういうこと？違う違う。ちょっと YouTube コラ番組コラボもしたいですね。めんどくさい。なんでよ。で、もうあれじゃあ作んないといけないじゃないですか。だってうちの、うちで配信しないといけないってことでしょ。うちのチャンネルで。こっちでいいんですよね。やるのはこっちだけど。だ作ってくれたら、それをうちから配信することはします。あ、そう、じゃあそれでいいですよ。関さんのチャンネルで配信みたいな、例えばコラボでってことで。ああ、それはだったら全然。そうそうそう。めんどくさいじゃないんですよ。あげるだけですもんね。そうそう、あげるだけとか言わないで。あの、だから、あの、そうそう、でもそういうことです。だから、ね、そういうコラボもしていけたらいいです、いいですよ。全然。更新してないのなおのことね。あ、そうですね。で、作ってくれるのはあげてけ、いいんだから。作ってくれる、一緒に出るんですよ。作ってくれるじゃない。僕が作って、これ関さんあげといてくださいって一緒に出るんですね。だったら楽だな、じゃないんです、一緒に出て、それを関さんのチャンネルでもね、コラボいいですよ、いいですよ、もちろんいう感じもやっていただけたら、はい、いいかなと思いますんで、かしこまりました。はい、というわけで、まあ時間もね、こんな時間になってしまったので、はいはい、どうもご視聴の方、皆さん本当にありがとうございました。本日のゲストは関智一さんでした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。では、次回、6月ですね、また、日にちはまだ決まっておりませんけども、公式ツイッターや、個々のツイッターででもですね、発表していきますので、日にち決まったりゲストが決まったりしましたらね、発表しますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、では本日はどうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。さよなら。さよなら。